はいどうも、こんにちは、ひかりです。今回ですけど、ひかりの一人旅福岡編ということで、今朝の5時ぐらいで飛行機のとこ向かってるんですけど、今回は特別ゲストにこの方をよろしくお願いします。相馬です。二人旅になりました。最近ずっと一人旅してるから。そうなんですよね、最近ちょっと人気コンテンツで、その人気コンテンツ第1回ゲストです。いや、ありがとうございます。やっぱり相馬さんとじゃないとこ始まんないかなってことで、やっぱ一人じゃ撮れない景色、見れない景色を相馬さんとだったら見れるかなってことで、相方に選ばせてもらいました。ありがとうございます。まだ別件でね、ドナルドマクドナルドハウスっていうところでボランティア活動みたいなの若干してるんですけど、はい、それのついでにこの動画を回していこうかなと思います。本当にさ、力の一人旅とか見ててリアルなの、あの感じ。ガチリアルっすね。リアルなんだ。あの作れないっすよ。だから何心今度分かってないで、10年もだからオチも分かんないし、企画構成もゼロです。街出てカメラ回したら何かに巻き込まれるのを待つっていう、あれ釣りですね、ほとんどもう地引き網みたいな感じで一本釣りっす。なるほど。しかも餌もそんないいのつけてないよ。はい、視聴者一本釣りのあれなんでいや、こんな朝早くから相馬さんとどっか行くのってかなり久しぶりじゃないですか。めっちゃ久しぶりだ。しかも2人でってなるとほぼほぼないよ。めっちゃワクワクしてるんですよ今。楽しみっすね、マジで。福岡でしょ、中洲でしょ。めちゃめちゃ楽しみだけどね、はい、いよいよ一人で地方行ったりしたりしたらもうすごい。あ、するつもりです。コメント欄で全国回ってほしいってめっちゃ来てるんですよ。あ、めっちゃ楽しい。だから僕の最近のコラボ相手視聴者なんですよ。有名人のコラボなんかしなくてもいいんだって。まあ、でもやっぱ視聴者の人が、はい、出ている人がやっぱ面白いもんね。いや、結局ね、一番おもろいんですよね。やっぱ俺、昔からテレビ番組で好きだったやつって、素人出てるやつなんですよ。あ、それ一般人の人が出てる番組が一番面白いんですよ。はいはい、学校へ行こうとかもそうですけど、はい、ダーツの旅とかね。あ、そうなんですよ。めっちゃいいんですよね、やっぱ。あと月曜から夜更かしとか、そうじゃないですか、はいはい。結局おもろいじゃないですか。確かに。面白いわ。だから多分この YouTube でこれやって受けてるんだろうなみたいな気がしてるんですよね。あとやっぱ僕得意なんですよ、そういうのも。人と関わるとか、めちゃめちゃ自然だもん。引き出すし、光が。いや、楽しいんですよね。やっぱ人と喋るの好きで、昔から営業してたんですけど、本当に営業時代に戻った感じですね。1日5件営業回ってた時に戻ったように視聴者と話すんで、やっぱしかも外出ればやっぱみんなあったかいんですよね。嫌な人とか本当いなくて、まあ、ちょっとなんか生意気そうな人もいるんですけど、はい、全然それでもいいなっていう。呼び捨て呼ばれたとかもあるじゃないですか。でもそれって人気者だからこそ呼ばれると思うんですよ。イチローのことイチローって言うじゃないですか。まあ確かに。その感覚に近いぐらい光っていう名前が浸透してるっていう証明だと思ってるんで。なるほど、なるほど。まあ、ありがたいですよね、だから。しかもそれでさ、普段視聴者の人とさ、あんま今ネットとかもやんないわけじゃん。絡み会ってないからさ。そうそう。結構モチベーションにもつながるよね。そうなんですよ、最高っすよ、マジで。楽しみになってきたの、それ聞いたら。いや、本当にノリで生きてるんで、こんなことしちゃうんだっていうようなことしますからね。これありだろっていうことを俺全然しちゃうんでそこじゃ止めないでいくわ。だからホテルから何から行き当たりばったりで行きましょう。わあ、すごい。だからどこ泊まるかもワンチャンだからね、誰かに泊めてもらうかもしれないし。めっちゃ面白い。あれ、めっちゃ面白いね。それがやっぱ今の僕のこの一人旅の醍醐味なんです。自分でも予定がないからなんか楽しいんですよね、やってて。コメントもやっぱいいんで、反応いて楽しいじゃないですか。間違いない。反応が悪いとやっぱなんかやっててやりがいを感じないんですけど、反応がいいとね、最高だなって思うんで。みんなも楽しくてきたらも楽しいと思うんで。そうですよ。これやってることをさ、本当に昔の YouTuber っぽいじゃん、逆に。ああ、そうそう、戻ってきたんだなっていう。この YouTube 初めて7、8年で新たな境地にたどり着くっていう、原点回帰の原点回帰です。でも僕昔から一人でカメラ回して動画撮ったことなかったんで、そもそもだからそれがもうアッパホテルの動画が初めてだったんですよ。完全ソロっていうのは8年やってこなかったんですよ。いつも誰か撮ってもらったりとかしてた。そうです、そうです、そうです。それがまさかね、こんなウケるとは思ってなかったんで。ホテルで撮るのと外で撮ろうと思うのまたわけが違うと思うんだよ。まあ確かにそこの挑戦って多分エグいで。でもなんかアパホテルでやって反応見た時に、あ、もうこれだって思ったんで、これが俺の新しい確立すべきスタイルなんだなっていう、はい、なるほど。やっぱ自分の良さが活かせるなと思ったんですよ、はい、そこってやっぱりなかなか他のことやってたら活かせなかったんで、コスパがめっちゃいいんですよね。誰もいらないんで。この間編集したりできるってこと。そうです。他のメンバーを編集したりとかして、俺は一人で撮ってくるじゃないですか、はい、完成されるじゃないですか。めっちゃいいんですよ。何本でも撮れるもんね。で、そうですよ。え、ちょっと楽しみね。何が起きるか楽しみに待つ。そうですよね。夜だよね。まあ、夜は夜で盛り上がりましょうよ。今もう夜っぽいですけどね、超朝ですからねこっから日が変わるまで駆け抜けますよ。夜にかける早朝から夜遊び、夜遊び夜遊びいや、やばくないですか、この朝の感じ。こんな東京って綺麗やったの。うわ、ビルビルビル、邪魔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 。うわー、微妙な土地だったな。レインボーブリッジめっちゃ綺麗。こんな感じなんですか、朝の。うわー、いいな。エモ。うわー、トラックが邪魔そろそろ到着します。はい、羽田空港ですか、これ。羽田です。来ましたね。お、ちょっと朝日がいいっすね。ワクワクすんなこれ。ありがとうございます。おー、来た、いいっすね。14,000円、すげえな。来たー。めっちゃいい景色っすよな、これも。ここだけでちょっとエモさ感じてるもんね。確かに。行きましょう。始まりますね。始まる。いや、絶対おもろいっすよ、こんなん。ガチ福岡だもんね、2人で、はい、ガチ福岡っす
行きますか。行きましょう。てか最初何するんですか、空港行ったら。チケットっすよね。チケット出ます、取り方。俺いつも取ってもらうんで分かんないっすよ。まあ、まずはカウンターに行ってって感じだね。あ、なるほどね。そういつも俺これマットだけやもんな。飯とかもちょっとうまいの食いたいっすね。あ、いいね。ならではのやつ。めっちゃうまいからね、福岡って飯。いいな。美人も多いっていうか。博多美人ね。博多美人タイトルに欲しいな。あ、いいね。博多美人手に入れよう。はい、突破しましたゲート。次ですね、どこ向かうか知ってます？分かるよ。11番行きましょう。え、飯どうします？やっぱ着いてから食べます。まあそうだね、やっぱ福岡のも食べたいみたいなとこある、ね、ちょっとね、いつも僕が福岡とか行く時に絶対食べる寿司屋さん行っていいですか？はい、やっぱその食べ過ぎは良くないと思うんですけど、はい、軽く食べたいっていう、このここなんですよね。へえ。立ち食いでも食えるし、座っても食えるっていう。めっちゃ早くてうまいんですよ。毎回来るんだ、ここ。毎回来てますね、今思ったら。思い出しました、これ見て思い出した。あ、これかと思って。食べたい。じゃあ行きましょうか、ちょっと。じゃあ食べたいです。中落ちこぼし550、うまそう。この雰囲気やばくないですか？めっちゃうまいですよ、マジで。すいません、中トロ2貫お願いします。つぶ貝いきますね。つぶ貝大好き人間とタコ。ちょっとがっつり食いたくなってくるな。主義感ですね。いいね。三寿司やばいですね。やばいよ、すごい。うわ、これ目の前で握ってもらえるのめっちゃ嬉しいですね。これやばいっしょ、これ。これやばいっすね、マジで。中トロうまそう。うわ、いい、映えるな。いただきます。めっちゃうまい。ちょっとここうまいな。うまっ。福岡で食べたら速攻で食いましょう。もうこれでステイ、ステイ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。うますぎたわ。本当も食える。あの白子とかめっちゃうまいです、絶対。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。あー、うまかった。これで止めたの、うん、マジもう旅行上級者だと思う。2巻で止めた。確かにね、マジで賢くて、はい、マジカルの理性あるなと思って。食べたい気持ちはでかいですけど。いや、でかいよね。もっと美味しいもあるってことでしょ。ありますよね。やっぱいろんなものをちょいつまみするのが一番幸せだと思うんですよ。幸せだね。そのがっつり行きすぎるよりちょいつまみちょいつまみで1時間に1回食べたいですもん、なんか。このだって空港でお寿司でパンパンして意味わかんないもん。そうなんですよね。まだお腹すかして、やっぱ福岡着いてから福岡の美味しいもんね、いただきましょうよ。もつとかもいいよね。あー、もつが福岡の名物か。てか屋台のラーメンとか。屋台なんかあるんですか今。あらあら。それ来たいな。まだまだ続きますよ。始まったばっかりやから、この旅は。今から福岡行ってきます。空がクソ綺麗。海みたい。ちゃんと見たことなかったから、すごいなこれ。マジでなんか北極おるみたい。ビーフコンソメもらいました。毎回ね、飛行機乗ったらコンソメ飲むんですよね。はい、もうすぐ福岡に着陸します。うわー、めっちゃ嬉しい。あ、海が見えた、すごい。海が見えます。おー、到着。来ましたね、サバさん。めっちゃ眠そうじゃないですか。めっちゃ気持ちよく寝れたわ。楽しみますか。寝そうだね。じゃあ出ますよ。うわ、風気持ちいい。うわ、めっちゃ風気持ちいい。着きましたね。着いた。これが博多か。めっちゃ気持ちいいな、なんか。めっちゃ気持ちいいっすね。最高の天気っすね。ね。一旦ここからね、はい、ドナルドのマクドナルドハウスの方に向かって、それが終わったら、もう一回これ動画回しましょう。了解です。向かいますか。向かいましょう。多分この車っすね。あ、奥さん。あ、須田家さん。お前さん、なんかほんま他人みたいやな、お前さん。え？こうなんか一人旅しとったら、お前さんが他人みたい。二人旅や。お前さんがなんか小さく見えるわな。二人になるとな。ちっぽけな存在やな、お前って。はい、博多駅の方にやってきました。やりました。ここからちょっとね、ぶらり旅ということで、はい、まず飯食べたいですね。あとえぐいぐらい寒いんで、夜に備えてなんかちょっと防寒具が欲しいなっていう感じです。思ったより寒かったわ。寒いですね。東京より寒いよね。全然寒いです、寒いです、めっちゃ寒いです。そうです、寒いから声かけられたけど。そうですね、早かったですね。次会った人とかにさ、美味しいさ、パン屋さんとか聞かない？あ、そうですね。何食べたいかに。いや、俺なんでもいいっすよ、本当に。あ、すいません、いただいていいですか。ありがとうございます。ティッシュもらいました。助かりますね。あ、いいっすよ、いいっすよ。あ、いいっすよ、はい、はい。なんかこの辺で美味しい店とかってありますか？すいません、ちょっと私も博多来たばっかり。あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。では撮りましょう、一旦。私、大阪出身になってる。あ、そうなんですね、ありがとうございます。失敗するんですね。そう、失敗します。頑張って。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。
載するんですね。やばいな。やっぱそう思うんじゃないですか、画面の向こう側の。架空の生き物みたいね。俺もだって子供の頃テレビの向こう側って感じでしたもん。まあ確かに芸能人なんか出会えないと思ってましたよ。宮迫さんも多分そんな感じだったもんね。あったそうっすね。でもその今だったらそれが YouTuber がそういう風に見えてるんでしょうね。分かりますよ。クソ腹減ってますよね。絶対駅の近くってあるじゃないですか。あるね、居酒屋とかそういうの、はいはい、でも今回はその博多名物っぽいの食べたいですよね、はい、間違いない。もつか明太子か。明太子行きたいな。イカも美味しいらしいんだよね。食べたいな。イカの刺身ね。あーめっちゃ好きっすよ。マジで北海道行ったの。この前北海道の地元の人が福岡の方が来て美味しいんですよ。へえー。どうしても負けてるって言ってくれる。それよっぽどっすね。めっちゃ上にスペースあるけど大丈夫っすよ。いやいや、もう文字入れよ文字。そんな戸惑ってるじゃないですか。想像では進めないでしょ。いや進めないねこれ。そうなんですよ。こういうことなんですよ。定期的に起こりますから。こういうの起こるんだ。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。博多来て一瞬でこうハーレムができそうです。ありがとうございます。めっちゃイケメンやな。いや確かにめっちゃイケメン来たぞ。なんかこの前の歌舞伎町のやつめっちゃ面白かったです。マジ。え、ちょっと映ってもいい？あ、いいっすよ。めっちゃイケメンやぞ。結構ガチでモテるんじゃない？いや全然そんな。マジで？そう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 。イケメンのバカリズムみたいな。それ褒められてる。なんかおすすめのご飯屋さんとかありますよこの辺に？カセイモンバライスとか。空いてるかわかんないです。何屋さんですか？海鮮です。海鮮多いっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、正門払いっていうところちょっと探しましょうか。思った以上に声かけられるでしょ。こんな声かけられるんだ。やっぱ一回こう止まるとね、やっぱりこうなるんですよ。ありがたいことに情報はね得られたからね。そうですね。正門払い、正門払い、すごい難しい名前ですね。めちゃめちゃお腹すいたからね。やばいですね。海鮮は最高じゃないですか。それこそイカじゃないですか。確かに。いやもう絶対イカなんだよ。いやいやいや、ありがとうございます。あ、いい感じ、いい感じ。一気や、一気行こう。はい、先生行きます。はい。何歳？16。若いな。ここ何しよう今ここで。釣り行ってます。一人で？いや待ち合わせしてるんですよ。女の子と？いや違う。これがさすがに大丈夫。彼女は？いや、いないっす。おらへん。行ってきたことは？ないっす。はい、まあ、これからやな。これからだ。はい、頑張って。はいはい。入籍したんですよ今日。え、おめでとうございます。え、今日、今日っすか？さっき出してきました。すごい。そんなことあります？おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ演技。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。お幸せに。ありがとうございます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 。すごい日だ。2人は友達？そうです。何歳だ？めっちゃ若い。まだ18歳。若いな。ありがとうございます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 。男担当ですけど、いいですか？本当にずっと見てます。ダメなわけないじゃないですか。いや、ありがとうございます。すいません。チャリで行くから、チャリで。ありがとうございます。すいません。お、チャリンコボーイ。あれですか、福岡に一人旅聞いたの？そう。ええ。2人やけど。いや、見てました。マジで、ありがとう。ありがとうございます。結局ね、いい人しかいないんですよね、振り返ればね。確かに風も強いし。そうっすね。髪の毛のなびき方すごいっすもん。いや俺もうやばいでしょこれ。やばいって。これちょっとやばいっすね。これちょっとやばいかもしれないな。俺これやばいよね今ね。なんかやばいっすね。だからやばいよ。落ち武者になってません。いや、ちょっと俺そんなことないよね。まあでも俺と同じ状況なんてそれ結構やばいっすね。嫌なんだけど。やばいっす、やばいっす。帽子買った方がいいかもしれない。俺帽子買わないと俺ダメかも。ちょっと結構やばいっすね。何も入ってこないもんね。やだ。ユニクロあるやん。ユニクロでさ防寒具買う。ああ確かユニクロありっすね。 H&M とか入ってますよ普通に。 H&M いいな。ザラも入ってるし。ああすげえ。てかめっちゃおしゃれやなこれ。このユニクロ甲子園の上みたいな。確かに。草がいてる。すごい。そうっす。何なんこれ。すごい。行ってみます。このちょっと確かに、なんか結構来ちゃってますね。ね、来ちゃってんのかなこれ。結構なんか薄い感じしますけど、ね。いやなんか感じはするよね。はい。風の体勢やばくないだって。あ、だってここから見てもちょっとやばいっす、ね。空洞になってる。で、ここ一本道できてるよね。はい。舗装され始めてるよね、はい、道が。やばいよね。ユニクロ行ってきます。はい、買ってきました。手袋。私ネックウォーマーですね。ネックウォーマーが想像以上にでかくて、もうやばいっす。めっちゃあったかいですこれ。最高ですこれマジで。ちょっともうね、ファッション的にはね、ちょっとダサいんですけど、待ってないんで。革命起きました。全然違う。しかもめちゃくちゃ安かった。俺と相馬さんだって2人分買っても6000円ぐらいだったんで、やっぱユニクロ最強っすね。えぐいです。お、相馬さん、どうっすか、あったかいっすか？めちゃめちゃあったかいっす。やばいっすよね。いや、ネックウォーマーがやばい。焼き鳥ヒゲ将軍ってありますよ。あ、いいね。マジで全部うまそうに見えるんだ。わかります。どこでもいいんですよね。俺たち別に。俺らはいいんだけど、はい。まあ、博多名物食べてほしいですよね。ネックウォーマーしてからなんか世界変わったわ、マジで。ネックウォーマーがマジやばいね。これやばいっすね。これ、こんな
ンもあったかすぎるもん。何か聞けるわけじゃないのにさ、そうそう、こんなあったかいってやばいよね。そして俺ら2人6000円ですからね。すげえな。安すぎません？あ、でも手袋も違うっすね。これヒートテック手袋ってやつで、めっちゃあったかいっす、手袋。最高やりましたよ。あってきましたよ。前田や。和牛もつ鍋。来ました。前田コラボです。よっ。行ってきます。楽しいですね。美味しそう。もつ鍋の種類は3種類ございまして、おすすめは味噌味がございますので、そのため完成した状態でお持ちいただきますので、7分から20分ほどの時間をいただきますが、10枚が食べるお料理としてこちらの一品料理をおすすめさせていただきます。特に人気なのがマーボーの引いてあるごま様の気持ちを明太子しますね。あ、そう、前の奥にある品が特に人気の品になります。特に白子ホイルの馬刺しが人気でございます。やば、もういいですか。じゃあ味噌味を刺して、ごまさば、スモツ、明太子、白子ポン酢もいいですか。イカの塩焼き、馬刺し、たてがみ付きです。わかんないですよ、たてがみ付きで。あと前田屋サラダ、以上です。結構美味しいじゃないですか。絶対うまいね。有名っぽいサインめっちゃあるからね、芸能人。マジ？ほんまや。野球選手とかめっちゃおるわ。友近とか、マッコイ斎藤、ヒゴシ君いますよ。ああ、ヒゲダンゴール。めちゃくちゃ高い人気の子さん。いや、マジで大正解よ。確かに。ピコリさんも持ってるよ。持ってますわ。ということは、あの横の栄吉も。山に行きました。頼むぞ、栄吉。お疲れ様でした。そうです。乾杯。です。うまいな。どうですか、このぶらり旅で軽くやってみて。超楽しい。いや、嬉しい、座って言ってもらえると。だってもう旅行なんだもん。確かに。ちょっとまた読んだら聞いてくださいよ。いや、もうぜひぜひ。ここに来てさ、寿司2貫にしたのがさ、結構良くなって。良かったですね。マジで大正解。確かに。基本的に一つのものを2人で食べていく方がいっぱい食べましょう。確かに確かに。めっちゃ食いたい。じゃあ一旦待っときます。はいはい、ズモツ来ました。これやばいな。ダンスもめっちゃうまそうやん。マジで。はい、いただきます。いただきます。いただきます。うまっ、めっちゃうまっ。ご飯をちょっと柚子胡椒つけてみます。これうまっ、結構こっち系で過去一ぐらいうまいです。これうまっ、これ高っ。これめっちゃうまいです、マジで。それおすすめだってあれな。要は牛丼みたいな感じでスモツ丼欲しいよ。いや、これやばいですね。やばい、最強じゃないですか、これ。めっちゃ食べやすいですよ、これ。これうまっ。めっちゃさっぱりしてるしね。ヒネポンあるじゃないですか。うん、それよりも圧倒的に食べやすくて、ヒネポンの上位互換といってもいいぐらいうまいです。ヒネポン結構好きなんですけど。ごまさばでございます。うわ、ごまさば来たの。これやばいな。昼から食べ物じゃないでしょ。マジで酒飲みたくなる。酒飲みます？いいっすよ。まだちょっとね。夜ですね。夜だね。もう夜に来るとこあったかもしれない。もしかしたらワンチャンで。ごまさばいただきますか。うわ、これえぐ。これはやばい。うま。次に行きます。明太子。昆布とゆずで締めてる。絶対うまいもん。これやばいな。ごまさばどう？めっちゃうまいです。これでもサバじゃないですよ。サバ呼んでますけど。サバがサバ呼んでますけど。完全に。うん、合わせてごまサバ。めっちゃうまい。通り高すぎる。悔しいよ、これ。帰る前にもう一回来るかもしれないレベル。いや、そもそもそのレベルですね。ここ行きつけにしたいぐらいのレベルで。博多来たらここ来るべきってぐらいでうまいです。マジでうまいよ。前田やばいです。めっちゃ人気で、めっちゃいっぱいなんですよ、ずっと人。うん、よく入りましたね。うん。運良かった、マジで。じゃあ次、明太子いただきます。うまっ。ご飯食いて。これやばいね。ゆずと昆布の最強昆布です。うわっ、うまっ。もつ鍋だって感じじゃないですもんね。うん、サブがうますぎて。マジでうまい。えぐいな。海苔と一緒に食べてもうまいね。確かに。海苔明太おいしい。うまっ。あー、やばい。最高っすね、これやっぱ。めちゃめちゃおいしいです。世の中うまいもんいっぱいになってる。こんなうまくいっていいのかっていうぐらい、うん、うまいよね。結構エグいレベルのクオリティだと思います。一個一個のクオリティ。疑われるんじゃないかレベル。多分博多で有名なんでしょうね、これ。ないですけど。可愛い、可愛い子です。あ、うめ。この明太子なんかご飯と食べなくてもすっきり食べれる。しょっぱすぎないと。そうなんです、そうなんです。もちろんご飯と合わせても美味しいんやけど、単体でも食べやすいなって。サラダ。サラダってマジでどんな味か想像つかないですよね。確かに。安心して。100%うまいです。100%だよ。ドレッシングもうまそうなんですよ。絶対うまいわ。いただきます。うま。万能サラダって感じです。レモンが嫌にならないサラダです。ジョジョエのサラダが似てる気がします。馬刺しが来た。オールマイトみたいな。馬刺しが来たの。うまそう。色やばいな。もうモサヤ来るまでになんかフルコース来たからね。確かに。お腹いっぱいになっちゃうぞ。トマトさん。トマト好きなんやな。あ、そうなの。はい。じゃあ私行こうかな。バッサー行きますね。行きます。えぐ？これやばいぐらいこれ高いですね。めっちゃうまいわ。馬刺しって店によって全然違うんですよ。ここの馬刺しはマジうまい。臭みが全くないですよ。うまっ。この醤油、タレもめっちゃうまいです。甘くて。めっちゃ合ってますね。うまっ。この馬刺しめっちゃうまいな。このクオリティずっと食いたいな、馬刺し。馬刺しってマジクオリティ差すごいんでね。生臭いのとかある？
ありますね。結構平均それのイメージするけど、こんななんか鮮度が高いというか、なんか臭みが全くない馬刺し、なかなかないですね。うまっ、うまって感じしないですね。ほんマグロに近いですよね。なんか手紙ですね。うん、タラとかにめっちゃ良さそうですね。そう、全部うまいな。来ました、タラの白子ポン酢。これはすごい。こんなん絶対うまいな。相馬さんが一番の大本命でしょ。これはもう大好きやん。プル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 です。ミキプル。うわ、ミキプル。いただきます。うまっ、やばいです。かっこいい、作るかもしれない。白子で人生のかっこいい作るかもしれない。めっちゃうまいです、これ。うん、クオリティ高っ。やば、1かも。1きますよね、これ。なんだこれ、うまっ。これがうまい、これがうまいです。これがこれ白子ポンの木酢がもうマジでうまいです。これうまっ。濃厚でクリーミーで柔らかさもなんかある。やばいですね。濃厚なさやつってあるけどさ、だいたいなんかさ、しつこいじゃん。はい、すごくないんだよ、全然ね。いや、私もそうですけど、臭みというか嫌な感じじゃないですね。だいたいこっち系ってやっぱ癖あるじゃないですか。あるね。これでいっていいですよ。いっちゃうよ。あ、来た。これいっちゃいますよ。いただきます。ありがとう。感謝。いや、ありがとう。白子さんに感謝。白子もそうだし、もう効果もそうだし、もう光も。うまっ、この汁がうまっ、うまっ。夜は酒飲みましょうよ。それ飲もう。俺も今さすがにちょっとなんかもう、ね、楽しくなってきた。気持ち上がっちゃってる、うん、飲まなくても。めっちゃ楽しいですね。塩焼きでございます。あー、でもでっか。お味付いておりますが、はい、お好みでレモンと瀬戸内海の海藻から取れた藻塩を使用しておりますので、はい、うわ、怖い。これはやばい。映えすぎでしょ。この動画見ながらね、イカそうめんでも食ってください。おー、どうぞどうぞ。どこにあるんですか。本店は博多駅の裏側にありまして。へぇ、はい、あ、誰だ、高すぎです。めちゃくちゃ全然全然統括マネージャー。あ、店舗めっちゃあります。そうなんですよ。ここめっちゃうまいですね。ありがとうございます。僕はあの前田って名字なんですよ、本名が。あ、そうなんですか。そう、だからここ入ってた。たまたまなんですよ、本当に。前田様キャンペーンも。ええ日本で31番目通り前田様へ。え、マジっすか。すごい、素敵な時ってありますか。え、すごい。前田様には自分の店のように思っていただいて。よろしくお願いします。これ僕の店でした、もしかして。場所がですね、福岡御殿ですね。やっぱ東京にはないんだよね。でマジで福岡の超有名店舗なんでしょうね。絶対エグいもん、もうクオリティが。マジでうまいもんね。すごいですね、こんな受け付けてくれるんですね。いや、すごいね。申し訳ないです、本当ありがとうございます。ありがとうございます。高等の変なとかすごい、ね、確かに。普通にフラップってだけでもこうやって対応してもらえてね。前田さんは絶対行ってください。日本で31番目に多いんですね。いや、そうです。勢力強いですね、前田。ここ来たよ、来たくなんね。行きますよ、俺ここ。例えば自分が彼女とかに行ったら連れてきたいと思えるぐらいのクオリティ、うん、てか誰か友達、身内を連れてきたいなと思うクオリティ。こんなの100満足しますよ。足りないの博多美人だけです。確かに。じゃあいただきます。塩をつけて。うまっ、柔らかっ。床焼きでこんなうまいと思った。初めてだし。やりすぎ。これは味噌味2枚でございます。えぐっ、すごいの来たぞ。いい画角やな、これも。また前田屋が一番美味しく見える画角来たこれ。スープから先にいただきます。うまっ。味がやっぱいいな。東京で出前で持ち食べる出前の店あるんですよ、ガバイっていう。味で言ったら結構ナンバーなんですけど、超えましたね、これ。味がとにかく濃くて、男全員つけたんちゃうかな。ここ以上のそれだからあるんかってぐらい。確かに。えぐいな。飯系でも勝てないんだよ、今日。栄吉とかかすんでますもんね。隣で唐揚げ屋の栄吉も。お鍋にですね、ついてるセットのお野菜の。ありがとうございます。前代だけですね、揚げニンニクをお持ちしております。器の方に2、3枚入れますと、いわゆる風味が変わって味変になりますので、途中で器にお入れください。野菜、味ちゃんと染み込んでおります。野菜一個一個がまずうまいな。寒いが余計あったかいのがね。いただきます。うまっ。柔らかっ。ホルモンって噛み切れないなみたいな。全然そんなんじゃないな。俺しかも歯の矯正中やもん。何やねん、これ。スープがうますぎて、どんどん欲しくなる。ぶっちゃけビビるぐらいうまいっすね、ここ。本当ですか。ありがとうございます。やばい、めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。福岡市内にしかないので。本店の方は、コロナの始まったぐらいに、みくるさんもお越しいただいて、ふわとみくるチャンネルの方で、上げていただいてですね。これビビるぐらいうまいっすね。うちはどうやってお尻に。いや、僕苗字が前田なんで。それだけですか。それだけです。ですか。たまたま歩いててチェーン店舗とか入ろうかと思ったけど、はい、博多にしか出せそうな店行きたいなっていうので、ありがとうございます。探してたら同じ苗字発見したんで、うん、じゃあここだっていうことで。ありがとうございます。最初ちょっと丸乗りだったもんね。そうですね。これやっぱ前田っていう人が作ったから前田なんです。うちの代表が前田っていう。あ、そうなんですね。はい、ちなみにこの前田って。キャンペーンっていうのはこれ何かあるんですか。前田キャンペーンはですね、はい、ちょっと特典をお持ちします。前田の証明は持ってないけど。いや、もう調べますもん。はい、確かに本名出てます。前田オリジナルの。うわ、絶対うまい。どんどん揚げ、味噌味は100%うまいもん。前田でよかった。飛び出さない湯気、これやばいっしょ。サムネやん、完全。ピーク来ちゃってるな。この後もあるんでしょ。あります、あります。まだまだで、まだお昼だもん。前半のピークかもしれないですね、ここはね。そうだね。じゃあ出ますか。
きましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー最高でしたね。超絶おすすめです。前田。本当に。よかったら。オリジナルの明太子。ありがとうございます。ありがとうございます。ステッカーも。ありがとうございます。ありがとうございます。ステッカー。やった。ありがたいですね。代表さんが電話かかってきて、お題大丈夫ってことで。ごちそうさまでした。すごいな。こんなことあるんですか。フラッと立ち寄って、代表から。代表の筋力エグいですね。ありがとうございました。福岡に寄られた時は、こっちもよろしくお願いします。次どこに向かいます？いや、A 吉でしょ。どっちでもよくやってましたよ、A 吉なんて。はい。写真撮って。すごいぞ。すごいな。すごいぞ。なんでわかった？ツイッターと来たことがある。持つために品格をっていう文字でわかったってこと？そうそう。あー、すごい。有名、俺がストーリーあげたんですよ。橋の入れ物だけ。それでわかるんや。高校生。はい。若いな。すごい。高校。ずっと好きです。ありがとうございます。ロケモさんも好きです。ロケモさん。ロケモさん好きおらへんですけど。すごいぞ、緑率。緑率すごいな。OK です。ありがとうございます。駅地行きましょうか、じゃあ。あの店員さん可愛かったっすよね。性格が俺のドタイプだったな。確かに、あのなんか、忍者感あったっすよね。もっとなんか明るい子なんかと思ったら、声聞いた時に、あ、こんな声じゃないと思って。あの子はモテるでしょうね。いや絶対モテるな。最後はアイドルになると思いますけどね。原石だと思いますけどね、完全に。確かに。あの、擦れてない感じがいいんだよね。確かにね。いや、もうあれはもう本当に可愛いわ。エキシ、これ、あれ、これあ、エキシ？エキシ、これっす。エキシ？え？エキシ、飛び出て。はい、エキシ来たんですけど、エキシ、扉がわかんないっす。わかんないな。これっすか、扉、エキシ。あ、焼くないんだよ。焼くないんだよ。ここが開いてんじゃない？あ、ここがエキシ。エキシやってねえよ。エキシやってないっす。持ってねえな、エキシなんか。この前田に比べてさ、ねえ、エキシの本番の弱さよ、ほんとに。ここで開かないと、エキシ。エキシの横に無料案内所あります。道理で。無料案内所のエキシ。道理でね。あと、芸能人でいっぱいさやったけど、こっちもね。中に。エキシいいな、もう出てるわ、なんか。確かにね。いつか行きたいですね、またいつかちょっとエキシのリベンジさせて、はい、じゃあ腹ごしらえも済んだということでどうします？一旦歩きます？ヒカルさんちょっと、はい、ちょっと提案があります。どうしました？もしよければあそこの喫煙所行ってもいいですか？喫煙所ってどこにあります？喫煙所あそこ目の前のカーブ。ああ、いいっすよ、いいっすよ。ありがとうございます。はい、ヤニカス喫煙所でね、やっぱ出会いもあるかもしれないし、はい、ヤニカスソーマ、ヤニカスソーマ。えすごい美しい女性が癒します。ほら、なんかヤバそうな店ありました。え、でもここら辺も中洲だからさ、香港式リラクゼーションあります。パウダーコース。うわやば。これこれなんですよこれ。お店のコースか。ビップコース。うん。プレイを忘れるって。はい。ビップ90分1万5000円か。ちょっと安すぎた。ちょっと安い。ちょっと安い。ちょっと怖いな。でも中洲が安いのかもしれない。まあね、まあね。まあやっぱ見てみないと分かんないよね。まあでも絶対この人まだ空いてないです。ああそうだね。さすがにこれ夜です。じゃあ。ナースは。まあそういうの多いっすよね。そういうのいいよね。もう夜でしょ。行きたいね、そういう店を見るのがね、はいはい、だから夜にそういう店に頼るのか、うん、それとも偶然出会った女の子とご飯行くのかっていうのは分かんないですね、そこは。なるほど、それはどっちかなんだ。どっちかっす。うわ運任せですね、それは。どっちでもやっぱ偶然の女の子の方が面白いか、動画的には。お店って映せないですから。あ、そうだそうだね、絶対女の子の方が面白いから、ちょっと今から行こうか。確かにお店はいやでも博多なんか歩いたらなんかいい匂いするな。なんかお腹いっぱいなのにさあの看板はですポッキリ1万5000円ってあります。あ、はいはい、話しかけてます。あ、大丈夫ですよ、博多の方ですか？あ、そうです、そうです。何されてるんですか？会社員。今は趣味ですか？あ、そうですね、今マラソン大会中なんです。あ、マラソン大会、あ、見に行ってるんですか？見てた。今、歩いてるだけです。私が参加中で、あ、参加してるんですか？参加してるんですか？え、参加中に。え、こんなリュックで参加するんですか？そんなことある。また福岡にいらっしゃる。そうなんですよ、今日来たばっかりで。2人でちょっと2人旅を。あ、そうだった。今観光中で。1人は危ないって言われてます。そうなんそうなんそうなんそう。まあ一応ね。護衛で。はい。僕がいても全然危ないですけどね。よりね。もっと危ないっていうから。もっと危ない。俺よく絡まれるんでね。この前空き瓶投げられました。それきついですね。ハロウィン。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。え、これコムドットなっちゃう。バードック。バードックだ。流行ってるな。流行ってるな。ありがとうございます。ありがとうございます。いや。やばいな、ここやばいな、日本一のナース専門店。ちょっと見ます。やばいっす、これ。まずこの喫煙所のカールおじさんがあるじゃないですか。ここ右に行くとやばいっす、これ。はい、日本一のナース専門店、今時ナース1万5000円ポッキリ圧倒的コスパの殿堂入り、なんかドンキョーテみたいな、なんかポッキリってやだよね、なんかね、はい、ちょっとなんかない怪しいんやな。これ喫煙所って書いてあるけど、はい、煙で誘導してさ、これ多分相談所だよね、無料。確か無料案内所って書いてますね。多
違うよね多分。喫煙所兼無料案内所っすこれ。喫煙所で俺みたいにヤニカズを引き出して。ヤニカズホイホイやんこれ。すごいな、だって福岡のおじさんの何でも相談所って書いて飲みグルメ風俗全部やってくれるんですよ。すごい。福岡さんいるんですかね。呼んでます。あ、いるんですか福岡さん。いるんですか。え、福岡さんっているんですね。いるんですね。おお、いますいます。そもそもいました。福岡のおじさん、この方が今から来るみたいです。今から来んの。めっちゃいいやん。そういう人会いなかったよ。いや、よかった。だから俺がタバコ吸ってるからこそだよね。はい、確かに。ご当地名物ってことですよね。確かに。ヒゲ濃い。え、結構有名ですかこの福岡さんは。中洲の支配人みたいな感じ。え、中洲の支配人。そんなおもろ、そんなおもろなんですか。中洲の主ってことですか。え、おっちゃんです。ちょっと案内してもらっていいですか中洲。いいですか。仲間になった福おじさん。カールおじさん、なんて呼ばれるのが一番いいですか。カールカールカールおじさんは結構何年もやってるんですか。ここで今日2年半ぐらいです。あ、でも名刺もあるんですね。中洲村村長。村長なんですね。はい。めちゃくちゃ美味しいどら焼きがあるんですね。もうすぐに、まあ、もうちょいぐらいなんですけど、ちょっとぜひ。オッケーオッケー。めちゃくちゃうまいどら焼きがあるらしくて。マジでご紹介したいです。どうぞ、カールさん、どら焼き、どら焼きないですか。どら焼き、じゃあ僕も行きます。一緒に行きましょう。カールさん、こんな簡単にここ飽きちゃって大丈夫なんですか。急にインターネット自由に入ってくるんで。なるほど。めちゃくちゃうまいどら焼きなんで。知りたい。ちょっと案内してもらっていいですか、どら焼きさん。ちょっとこの闇のルート取っていきましょう。はい。カールおじさん、やっぱすごい偉い人だったね。いや、全然。今、ね、こんなに指示出ししてたわ。え、でも大物なんですか、カールおじさん。やっぱ多分ね、これから来ても大物あります。逆にだから。見て見て見て。肩にめっちゃ毛が。こんなやつがボケボケの。カールおじさん、こんな昼間から活動してるんですか、普段。そうです、はい、僕はもう24時間どこでも現れますんで。休みなしなんですか。はい、電話くれたらすぐ来ます、ね。すごい、中洲の無料案内所ですもん ね。歩く無料案内所っていう。カールおじさん、テレビとかも出てるらしい。え、そうですね、月曜から夜更かしですね。夜更かしじゃん。はい、また出てそうやもんな、確かに。取らざるを得ないもんね。うん、確かにね、広告した以上ね。テレビ自分で言うの。すげえ、バカ写真撮れるじゃないですか。これらもカールおじさんの子分みたいになってます。確かに確かに。引き連れてますもんね。あ、ありがとうございます。何のお店ですかこれ。ソープ。今飲めないですもんね。すごい、パネルめっちゃ可愛い子多いけど。可愛い。え、これちゃんとほんまに可愛い子います。めっちゃ可愛い子多くないですか。いや、いますよ。いいですか。みんなめっちゃ可愛いですよ。こんなことあります。え、本当にこんな可愛いですか。可愛いですよ。すごい。俺初めてソープ来ました。あ、そうなんですね。はい。え、ここノースキン。え、ここで下に行ってプレイできるんですか。上ですね。上でできるんですね。すごい。今もやってるんですか。今もやってます。やってるんですね。やってるんだ、昼から。やっとんや。今全員埋まってます。全員埋まってるんですか。埋まってます。こっち側が系列店で。そんな人気なんですか。中洲昼から元気だ。朝8時からです。朝8時から。すごい。中洲の朝早。まさかソープで写真撮るとは。いや、すごいな。これバックにします。これバック、バック。ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい。またちょっと利用させてもらいます。ああ、遊びに来てください。はい、マジで、はい、マジで、はい、バイクら持ってきてるんで大丈夫です。はい、今のうち飲んでいきましょうか。確かに。お水もらいます。お水。あ、よかったら水力剤持ってる。ああ、ロイヤルロイヤルロイヤル。わかりました。これ。ヘラヘラがめっちゃ。あ、持ってますロイヤル。はい。キッチン持ってます。女性版のあるんでよかったら。はい。ああ。すごいな。嬉しい。いや、ちょっとごめんなさい。ちょっと失礼しますね。あ、いいですよ。一応今のうち上げとかないと。はい。ボルテ上げですか。ボルテ上げ、ちょっといただきます。すいません。はい、じゃあ。先いただきます。すいません。すごい。え、これリアルタイムですか。いや、これは編集される。ノー編集だったら大変なことだ。すごいな。俺初めてソープ来たからちょっと楽しいよ。ちょっと。ワクワクするね。店舗型初めてなんです。デリヘル呼んだことあるんですけど、店舗はなくて。あ、そうなんだ。これちょっとまた利用しないでダメですね。待って。え、料金どれくらいなんですか、ちなみに。うちが2万6000円です、6月。じゃあやっぱほんまに可愛い子やん。いや、いい子、いい。絶対可愛い子やん。着だと2万4000円なんです。刺激っぽい。ちょっと。だって店内での撮影ご遠慮くださいって書いておるもんな。大丈夫ですか。モザイク見てもらえれば面白いありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃブラブラ。え、もうカルおじさん写真撮られてるもん。また。え、またソープあるやん。全部ソープなんです。え？行ったことある？それ
れはここでは言えないですよ、400万人の前では。いやもう行ったことあるやん、あるやん、行ったこと。一応3年住んでたんで、まあ、中洲、まあ、数回は、うん、中洲に育ってね、ソープ行かない人いないもんね。ありがとうございます。何すかこれ、社長秘書。何すかこの怪しい店。何なんその怪しい店。ソープですか。イメージソープ。イメージソープ。あ、秘書がいるんですね。どんな感じなんですか、秘書って。秘書が社長になりきってもらって。社長プレイですか。社長プレイ。うお。社長室に座ってもらって、はい、机と椅子で。やりました、社長プレイ。あ、僕店長なんで。うわ、さすがに。じゃあ自分で試さないとってことですか。初見乱用っすか。そうですね。一番社長や。これも気になるな。これ今もやってるんですか。すごいな。やっぱり昼からやってる。昼からやってるんですね、こんな。もういっぱいなんですか、お客さん。今日はやっぱ土曜日。すごい。すごい。やっぱ土曜日はみんな来るんだ。すげえな、気になるな、これ。今日多分夜、俺らやっぱソープ行けないよ、多分パンパンで。もう夜はいっぱいですか、もう。いやいや、まだ枠はあります。予約していかないといけない、多分。確かに。不夜城とかありますよ、横に。すごいな。やばいっしょ、これ。ちょっと夜もまた多分来るんで、またお願いします。また秘書だけに行きます。一番やばい。え、一番やばいとこ。びっくりするやつです。え、行くんじゃ。行くんじゃ。お、そうさん、前立腺体。あ、これ来てえな。すごいときました。前立腺体行くんじゃ。すごいな、これ。ガクブル系ソープって書いてますいいね。あ、すごい。一度にいろんな女の子と遊べるって書いてます。複数コース、これ絶頂コース。わ、いいな、これ。すごいな。行きてえな。行くんじゃ。行くんじゃ、行きてえ。あ、でも結構も高いですもんね、悶絶コースとか。リップコースって何が違うんだろうね。確かにね。最初から2人と遊べる絶頂コース。いい値段しますので、130分で3万人。それぐらいするか。そら結構多分いいと思う。確かにね。中洲のこのあれはすごいですね。レベルが違いますね、性の文化が。やっぱこんなとこ住んでたら絶対行きますもんね。行く行く。全部っすよ。でもこれ遊びきれないよね。ああ、女教師バージョンとかすごいですよ、これ。単発メイト。ああ、いいな。回転時間日の出からってありますからね。もう時間じゃないじゃん。日の出からってそんなことあります。すげえな。すげえな。知り合いの店です。あ、知り合いの店。いたずらバニーちゃん。バニーちゃんもいい感じですか。はい、最高っす。最高。歩けば歩くほどありますね。ワクワクするな。マジ行けな。夜また映えますからね。へえ。ここには屋台があるんですか。あ、屋台行きたいな。夜ずらーっと並ぶ。飯食えるってことですよ。飯食えるっす。わー、行きたい。カウンターしかなくて。いや、それちょっと夜行きましょうよ。花びら3回転で。こんな文字俺直で初めて見た。よくエロ本とかに書かれてた文字。無駄な会話一切なしって書いてる。ああ、いいね。あなた YouTuber なんで使っても聞かれへん絶対に。こっち側が、まあ、いわゆるソープ系で、奥がキャバクラとか。ああ、なるほど。やっぱ博多美人って多いですか。めちゃくちゃ多いです。九州のいろんな県からやっぱり集合してるんですよ。だからこんな可愛い子多いんだ。カールおじさんより案内してるやん。確かに、確かに。交代した方がいいぞ、交代した方がいい。何でしょこれ。手も上げてるの、別に。ヒカルさんの動画見てるんで、最近こう一人でブラブラ系が多いんで、ぜひ案内させていただきたい。助かります、助かります。今夜から決まってるんですか、予定は。一回一瞬だけ4時ぐらいに帰らないといけなくて。あ、そうなんだ。さっき変わった時なんか警察に挨拶してたんですよ。お世話になってるんですよね。やっぱ挨拶が大事じゃないですか。そうです、大事です。いざという時、挨拶したかしてないかで変わってくるってことですよ。大丈夫。夜この道にずっと屋台が並ぶ。へぇ、屋台は絶対行きたいな。てかこの川もいいな、なんかこの、うん、あそこみたいですね、大阪の道頓堀、ね、道頓堀っぽい雰囲気出てますね、ここ。めちゃくちゃあことかも結構バーが並んでるんで、バーもいい雰囲気よね。確かにね。行きたい絵が多すぎて。わかりますよ、どこ行ったら正解なのかわかんないですね。わかんないね。でも多分どこ行っても正解なんでしょうね。まあ、そうだね。ここまで来たらこれで来ましたね。はい、まあ、やってきました、こちらです。すごい。うわ、うまそう。絶対抹茶にしよう俺。結構いいな、するな、これ。これ3500円するよ、これ。相当豪華なやつだから、これ。めちゃめちゃ美味しいです、ね、これおかしいですよね。チョコレートが3000円でやばくないですか。だから多分イチゴめっちゃ入ってんじゃない。やばいやな。服ね、48万ぐれましたって書いてある。やばよく数えてたそもさん、じゃあどれします。これ抹茶で。あれ、これがいいな。エース、これエースってやつ買います。よ、これめっちゃうまそうなんですよ。じゃあ塩バニラで。ほら、塩バニラ、うまそう。確かにこれどら焼きの概念をちょっと超えてきたな。確かに。うわー、うまそう。食いて。あ、ごちそうさまです。すいません、すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、買いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴バニラ、ありがとうございました。美味しそう。めっちゃあるか。ふわふわ。お、めっちゃ柔らかい。え、マジふわふわ。じゃあ僕ら一旦ここで。はい。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。サインでいいですか。サインちょっと書いてないんですよね。あ、そうなんですか。イキナちゃんってすごい、名指しで書いてるんですよ。一枚だけ書いてほしいんですか。サイン書いてないですよ、基本僕ら。あ、そうなんですか。はい。なんか落書きでもいいんですけど。厳しいですか。ちょっと。ごめんなさい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちやまやまなんですよ。すいません、僕の代わりに買ってくださいじゃん。あ、僕買ってきます。はい、入ってください。ありがとうございます。やってきます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いい出会いでしたね。いや、すごかったね。出会いがありまして。あ、そうです。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばすぎ。カルピンのライブ行きました。おマジでありがとう。名古屋まで。うわありがとう。それじゃあタクシー乗りましょうか一回。あ、そうだね。時間がね来ちゃったんで一旦僕たち戻らないといけなくて、はい、タクシーちょっと拾います一旦。タクシーで食べましょう。そうだね。はい、それが一番賢い気がします。確かに確かに。はい、タクシー見つかったんで乗ります。お願いします。すごい。パイコたちがいます。またビンと出会いました。バイバイ。いい人でしたね、みんな。みんないい人だったわ。楽しかったですね。楽しかった。じゃあ食べます。いただきます。はい。トラッキングエース。めっちゃうまそうですね、これ。クレープみたいな感じ。確かに確かに。あ、そうだね。これやばないですか。やばそう。いただきます。お、うまっ。クレープっすよ。クレープか。うまっこれ。これ売れるわ。やっぱ生地が食べやすいんだ。ふわふわっすよ、ほんまに。ふわふわなんだ。うまこれ。これは大当たりですね。マジ、マジさ売れますね。歩いて帰った。歩いて帰った。これマジうまいです。普通に。食べ物マジ外さないね。うまこれ。うまな。これもじゃ抹茶食べていいですか。うまっ。やば。てかもうドラ焼きじゃないっすよね。ドラ焼きじゃない。和風に見せかけてめちゃめちゃ洋風だねこれね、うん。なんかワッフルとかクレープ。うわー。ワッフルだねこれね。めっちゃうまい。抹茶とイチゴの相性マジでいい。えぐいっすねこれ。くっそうまいっす。最高です。はい、また戻ってきました、はい、夜になりました、すっかり。いやいいね、夜になるとめちゃめちゃ綺麗だな。そうですね、さっきまでね、うん、ドナルドのマクドナルドハウスでちょっといろいろね、ボランティア活動させてもらいました。概要欄の方に貼っておくので、もし見てない方いたら見てください。で、こっからですね、クリスマスマーケットっていうのやってるらしくて、はい、それちょっと記念に行こうかなと思ってます。さすがにね、になるんで。すごい装飾が綺麗みたいな。そうですね、これ大丸の裏にね、あるらしいんで、はいはいはい、行きます。で、こっちですよね。そうだね、なんかめちゃめちゃ出会いありそうだね。あ、出会い求めてますね、いや、そりゃそうだよ。まあ、出会いの街ですよ、博多って。あ、そうだよ。やっぱ俺らやっぱ夜の方がなんか安心しません？わかる。昼そわそわしてたもん。確かに夜からが俺らの本番でしょ。やっぱ夜になるとなんか景色めっちゃ変わるな。同じとこ歩いてたと思うんですけど。いいね。夜の中洲はやっぱ盛り上がってるんでしょうね。いやー、そりゃそうだよ。だって中洲といったら夜でしょ。まあ、めっちゃ綺麗やんこれ。ただイルミネーション。やっとやるやん。え、すごっ。屋台やビョン吉、すごっ。湯川さん、ほら屋台がずらーっとねこう並んでて、横にはこうツリーがね飾ってあって、めちゃくちゃおしゃれなやつ。マジ でこのさ対比すごくない？いや、すごいすごい。屋台とクリスマス、すごっ。めっちゃいいっすね。これはちょっと行きたいな後で。雨よけがあるっていうのはいいっすね。これ自分たちのペースで やれますよね。あとあったかそう。確かにね、これでも距離深まりますよね、こんなところで食べたら。あ、そう、やっぱそう思った。やっぱ俺ら2人でもやっぱ距離深まるんだけどってことだよね。そういうことですね、うん、俺らだけでちょっとね。クリスマスマーケット行ってみて。はい、はいはい、ください。ありがとうございます。ここの大将です。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ見てる。ありがとうございます。実は2回目なんですよ、会うの。会うとれたら、前さんのお祝い企画みたいなので、いっぱい買ってるので。場所どこですか？御殿場のアウトレット。あ、御殿場の方。静岡出身。はいはいはい。静岡で会って、福岡今日来て会いました。すごいな。すごいな。しかも屋台食べとって会うってよっぽどやな。うん、すごいな。すごい、確かになかなかレア。彼女。あ、彼女です。彼女で屋台いいな。いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。おー、ジョイフルハンバーグの人です。はい。あ、知ってます。見たことあります。本当です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ジョイフルのハンバーグで僕のこと知ったんですか。すごい。すごい。ありがとうございます。それは嬉しいですね。ありがとうございます。単品で、はい。いや、緑の人もいいんだよ。これでもジョイフルじゃないですよ。サイゼの人です。え、サイゼの人。違う違う、サイゼじゃないです。色的に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジョイフルすごいな。ジョイフルから知るってあるんですね。やっぱジョイフルの人と緑の人だ。僕だからハンバーグの人になってるんですよね、若干ね。すごいな。なかなかですよね、それって。ハンバーグは YouTube 上回ってるってことでしょ。そうなんですよ。すごいな。もう YouTuber じゃないんですよ。経営者。ハンバーグ屋さん。ハンバーグ屋さん。お、すごい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 。これすごい。うわ、すごい。え、綺麗。やば。やばいの見つけましたよ。あ、ほんま書いてある、クリスマスマーケットって入り口に。あ、本当だ。なんか祭りみたいになってない。そうだね。絶対これカップルなんですよ。絶対で。そうだよね、はい、絶対カップルで行くとこなんですよ。で、俺こういうとこカップルで来たことないんですよね、実は。あ、俺もないわ。まあ、そらないでしょ、そもさんは。そらそらないでしょ。そらあったらビビりますよ。すれ違うの全員カップルやで、ね、いや、ほんとなんだよ。ここ多分失敗かもしれない。確かに、うん、まあ、なんか音楽もなんかもうカップル歓迎音楽みたいな。いてか人めっちゃ多いぞ、これ。すごい、これちょっとこれ撮りますね。すごい、はい、見てください、クリスマスマーケット。これやばいでしょ、これ。伝わるかな、これ。すごない、これ。市役所の裏かなんかに。すごいぞ、これ。ちょっとクリスマスマーケット、ちょっと一回潜入しますね。天神クリスマスマーケット。これすごいな。これはね、何なのか。めっちゃ混んでるな。そしてすごい、これ見てください、これメリークリスマス、サンタがいますよ。うわうわ、こう、えぐ、これ、これやばい、これすごいぞ、マジで。えすごい、これっすよ、これっすよ。めちゃめちゃ
ンチックやん。めっちゃいいな。イルミネーションテントみたいな。何これ。でも屋台みたいになっとんやん。はいはいはい、はい、これちょっと最高やな。向こうの家みたいなってます。なんか買いましょうか。さすがに食べ物系がいいよね。はい、食べ物系がいいっす。マスルクやったんかな。やってないか。めっちゃでかい。ジャンボブルストチーズジョッキ買えるやん。ジャンボブルストっていうのはこのソーセージっぽいな。こんな感じです。でも可愛いっすね。これが大盛りサイズで引き換え券。なるほど。これがトランプ。あのなんか適当にそのポテトかなんか食べようかな。フランクフルト、フラーチキン。これって学生たちがやってるんですか。そうです。大学生が。なんかめっちゃ美男美女多くない。彼氏おる。綺麗です。ほら青春やな。絶対あいつモテるもんな。うん、あいつか。あいつモテそうやな。一番モテる。全然誰が一番モテる。あ、モテる。まあ、イケメンやもんな。フライドチキン食べるし。フライドチキン、チーズポテトと、あと水欲しいですね。水ってありますか。あ、じゃあ水日本でお願いします。すいません。はい。平均が1400円だけど。あ、ありがとうございます。いや、もうただで。いやいやいや、払います、払います、払います。学生から巻き上げたらもうやばいでしょ。確かに。払いますよ。相馬さんが出します。相馬さんが出すから。いいよ、それぐらいからいいかな。相馬が出す。水日本です。水日本でお願いします。すいません。大学生。大学生。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、やばこれ。うわ、すごっ。失礼します。うわ、いい。イケメン、イケメン。サークルみたいなやつ。いや、これはもうみんなバイトですね。バイトラインや。すごっ。期間限定バイトで。すごいな。100人ぐらい受けて、選ばれたら50人。ちょっとどうやってたの。確かに。ちょっとうざかったな。ちょっと今なんか、これ選ばれたぞ、ガンガンだった。でっこ、やばっ。どうやって食べるのこれ。確かに、これどうやって食べるの。ナイフで切ってもらって。すごっ。めっちゃでかいな、これ。これフライドポテトですか。これは、フライドチキン。フライドチキン。うまそう。ポテトも一緒に炊けてます。すごっ。てかこれ、美男美女多すぎ。これちょっと顔採用ワンチャンある。あります、多分。あるんや、あるんや。なんか言われました。言われた。絶対顔採用やな、これ。確かに。明らか美男美女すぎん。美男美女すぎん、これ。ちょっと普通に。めっちゃ褒めてくれます。ちょっと嫉妬したな。ぶっちゃけさ、誰がタイプな、教えて。知りたい、知りたい。この人。この子。うわ、ストレートに行くな。いや、もう男はストレートで。かっこいい。で、この子は誰がタイプなの。じゃあ、じゃあ、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。成立したよ。これでクリスマス寂しくないな。そうですね。彼女おらへんよな、確認しとけ。いやいやいや。じゃあ、よかったよかったよかった。出来上がりましたね。出来上がったね。カップルを一つ作ってしまったな。いや、なんかもう本当に学校行こう見てるみたいな感じがあった。確かにな、羨ましいわ、これ。ドキドキしてるもんね。青春やな。確かに。俺らめっちゃおじさんじゃん、それ。まあ俺らはおじさんやけど。ありがとうございます。めっちゃうまそう。来ました。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、ベンチあったんでこれいただこうと思います。わー、めっかちょっとお腹空いてるんですよね、若干ね。いや、めっちゃわかるわかるわかる。てか青春って感じしましたね、あそこ。なんか本当に、いや、なんかすごい学生だったね。文化祭みたいな匂いしたね。確かに。でもやっぱなんか不思議と、やっぱね、女の子と回りたかったなって思っちゃう自分がちょっとなんか悔しいですね。まあまあまあ、それはそう。じゃあまずポテトからいただきます。うまっ。このポテト、アホほど胡椒かかってます。めっちゃうまい。こんな胡椒かかったポテト、見たことない。うまっ。で、めっちゃうまい。俺は好き。美男、学生たちを見てなんか、微笑ましくなったわ。いや、わかるわ。あいつでもかっこいいね、タイプの人。確かに。あ、しかもイケメンやったしな、あいつ。要するに選ばれた子も確かに可愛かったよね、めっちゃ。確かに。もうちょっとマンネリでもなさそうだった。確かにね。あれでほんと動き出したらね。いやー、すごいな。あれじゃ言うんじゃない、あの時、光さんに言った時言ったけど、本気だから。うわ、うざっ。うざ、あいつ。はい、ビッグウィンナーいきます。うわ、これ湯気が見えます、ほら、やばっ。うわー、うまそう。うわ、うまっ。やばい、これ最高やな、これ。ビッグフライドチキン、うまっ。子供たちがめっちゃ手打ってくれとる。小学生ぐらいの女の子が嬉しいですね、ここ。いただきます。うまっ。うわ、うまっ。マジうまいな。うまっ。人をダメにするチキン。天神ビッグバン、天神ビッグバン、天神ビッグバン。ご当地ならではの曲いいっすよ。天神には人気なのかな。さすが人気なかったらこれできないでしょ。まあ、そうだね。うまい。このさ、天神ビッグバン聞いたことある？初めて聞いてます。じゃあ俺らと同じ感覚。はい、あの、この人誰だろうみたいな。なんか俺らこれ天神で流行ってんのかと思って。確かに。全く流行ってない。全く流行ってないんだ。天神ビッグバン、天神ビッグバン。こんな堂々と歌える。さっきの大学生の中になんかモデル活動とかもしてる子がいて、まあ、さっきイケメンに選ばれた子ですね。通りで可愛いと思ってた。それモデルやってた。それもうね、確かに確かに。ミスなんちゃらみたいな。ミスキャンパスコレクションっていうののグランプリを去年。すごっ。すごっ。大学生のイベントがあって、それのなんかね、豪華の。すごっ。フォロワー何人ぐらいおる。そんなにないんですけど、
6.5 すごいな。すごい。それはあいつも選ぶわ。確かに。で、なんか軽くあしらってたらちょっと分かる。確かに。レベル違うんだぞ。ちなみに彼氏は？レントにお任せします。いるやん。それおるわ。写真撮ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。出会いはなかったです、ここに。行きましょうかね。クリスマスマーケットイン天神。天神。なぜ乗れるんやね、若干。しかしでもなんか寂しい気持ちになったな。これを見てなんか微笑ましくなるみたいな俺は成人クイズではないな。わかりますよ。でも俺らの夜まだこっからでしょ。まあそうだね。そこ巻き返していこう、はい。まだまだありますから、ね。何かがありますから。確かに。そうです。あ、ありがとうございます。さっきまでカレコゼユーチューバー歌ってたんですよ。え？声ガラガラやった。これ地声なんですよ。地声なんや。かすれとまでもって。ありがとうございます。あ、いいですよ、いいですよ、撮ります。クリスマスマーケット行こうとしちゃった。そうです。女3人で、はい、メンタルや。一緒に行ってくれるんですか？あ、もう行って、もうメンタル壊れてきました。じゃあもう一回行きます。一緒に行きましょう。一日抜けはきついわ、そこ。じゃあ、もう一回あ、聞いてない。これ3人は何の集まりなの？一部の活動の同期。オッケー、新体操部みたいな感じ。あー、すごい。いや、でも新体操部。新体操部、2人は新体操部。え、すごい。やばかったんです。まあ、もうそう筋肉みたいなのがあるから、ね、ひらめきみたいな。まあ漏れた。 OK、 ありがとうございます。楽しんできて、はい、クリスマスマーケット。ありがとうございます。バイバイ。さっき DM しました。え、すごっ。行けも会えますかって。おー、すごいすごい。今日ずっと見てます。写真撮ってます。あ、 OK OK OK。 はい、ありがとう。入るんだったら。わー、バイバイ。撮れます。はい、ありがとうございます。宮崎から来ました。宮崎から。はい。あ、めっちゃ生っとる、生っとる。 YouTube めちゃめちゃっす。やばいやばい、これやべ、これやべ、これやべ。朝倉みくり見ました、マジで。全部見ました。はい、 OK。 うわ、えぐい、えぐいっす、えぐいっす。ごめんなさい、ごめんなさい。今手羽先のお肉だ。手羽先のお肉。おっしゃ、マジっすか、おっすか。あれだ、やばいっす。最高は最高。やばい、はいはい。こうやってすごくなってきたの。やばい。大家族。あの子供絶対俺のこと知らんっぽいけど。いやいや、ジョイフルで知ってます。あ、なるほど、はい、ジョイフルの男。そうそうそう、なるほど。ジョイフルの社長に急げちゅったき、あれを入れたんですよ。対応が遅くなりやった。なるほど、ありがとうございます。あります。一旦人が多いところ抜けます。そうだね。おー、弾き語りしてるんじゃないですか。あ、来た来た来た、すごいすごいすごい。しかもめっちゃうまいやん。しかも演奏歌ってますよ、ちゃんと。すごいな。え、どこ。おー、おるおる、ステージおる、ステージおる。アイドルっぽいっすね。人が集まってきてますね。大更新ね、今。やばいっす。ヒカル軍団が更新してる。一旦じゃあどっか移動します。そうだそうだね。いや、ここからどうします。あのね、出会い橋ってとこがある。ちょっと出会いスポットみたいな。あ、なんかコリドー街みたいなことですか。そう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 。そこで行けば本当出会えるんですか。いや、そこはもう行ってみないと分かんないけど。まあ確かに。まあ正直、でもそこって求めてる人も来てると思うんだ。やっぱそんな。なるほどね。そしたらもう話早いよね。確かに。もうウィンウィン。行きますじゃん。持っていきましょう。わかりました。お願いします。行ってみたかったんでね。まあ確かにそういうとこ行ったことないんで。いや、そう。どんな雰囲気なのか気になるんですよ、出会い橋。タクシー運転手聞いたらわかるんですかね。あ、確かに。ちょっと聞いてみよう。出会い橋近いんで歩けますけどね。聞きます、一回。あ、来た。リアルな話、僕らそこそこ知名度あるじゃないですか。はいはい。僕らが出会えなかったら絶対出会えないですよ。まあまあそうだね。それはまあ計りになるし、転生だからね。でもさっきも若干逆ナンみたいなされませんでした。まあちょっとあったよね。ありましたね。なんかその多すぎてちょっともうよくわかんなかったっていう。はい。なんか何個かありましたよね。あった。動画的にカットされてるかもしれないですけど、ありましたよ、何個か。出会い橋。出会い橋有名なんですか、結構。いや、自分がもうちょっと去年から乗り始めて、ちょっと出会い橋がようわからんとですけれども、はい、分からなくて乗ろうとしてる。だいたいどこら辺とかちょっと。いや、なんか分かんないんですよね。場所中洲の方なんですね。はい、あ、中洲の多分中心地。運転手さんってどこの方言なんですか、それ。一応あの自分生まれも全部福岡なんですけど。はい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 。ちょっと福岡市の隣の市にはなるんです。へー、変わってますか。なまってるかも。いや、とかここまでしっかりと人がいないんで、はい、あんまりみんな意外と標準語に近いみたいな感じだったんですけど、はい、結構ちゃんとね、博多っぽいんで。はい、博多っぽいです。ありがとうございました。着きました。めちゃくちゃなんか出会いが確かありそうな BGM かかってます。すげえ、イルミネーションすごいな。いや、綺麗だな。え、てかめっちゃ綺麗やん。
さっきのなんかさ、クリスマスマーケットみたいな。いやでも満月大人じゃない。はい、雰囲気出てますよめっちゃ。こっちの方が人がいないから。確かに。結構穴場だね。これでもこんな人いなくて出会えたこと絶対ないでしょ。ちょっとやったなこれ。まあ行ってみますよとりあえず。まあ一応ね。今日多分朝通ったとこですよこれ。通ったけど場所がイルミネーションがついてるんで違うに見えてるんですよ。こういう感じでね。めちゃくちゃ綺麗ですよこれさ。確かに確かに。ほら見て。これやばい。すげえ。映え方すごいぞマジで。また男同士で来る場所じゃない。はい。これ道頓堀っぽさがあるんですよねこの辺ね。確かに。あの辺じゃないですか。ちょっと出会い場所っぽい。なんか出会いありそう。なんかそう店近々しょもん。確かに。てか普通にカップルしかおらんぞ。カップル。出会った場所。出会った場所それとも、うん、今成立したカップルなんかもしれないですね。あ、そういうことか。わかんないですよね。決めにですか。え、もしかしてここで出会ったんですか。違う。違いますよね。あ、オッケーです、オッケーです。映ってないです。不倫旅行。不倫旅行なんですか。両方不倫ですか。あ、なるほど。不倫にハマっちゃったんですか。ハマってはない。たまたま。たまたま不倫旅行ってある。ありがとうございます。あ、すごいな、なんかすごいな。出会い橋やったな。うん、出会い橋というかもう、ね、ちょっと感じ強かったな今、うん、だってさ光見るなり姫路っすっていや、こんばんはとかじゃなくて、うん、え、何これ、なんか言ってない。お、すごい、なんか歌歌ってますよ。お、津軽海峡冬景色。あ、めっちゃうまいな、しかも歌物の見事にカップルばっかりですね。いや、本当に最悪だ、ごめんごめんとしか言えないわ、うん、中洲希望の光、めっちゃ綺麗、ほらこれやばいですね、倍がやばいな。とか中洲市、なんか上に見えて多くね。多いですね。中洲めっちゃ綺麗ですね。何のこのイルミネーションやろ。こういうとこ座ってたらだから出会いがあるんですよ。こう、こう、なるほどね。ここで出会いがあるっていう。なるほどね。出会い待ちね。出会い待ちっすこれ。冷たいな石が。なかなかちょっとこれ待つのしんどいな。てか絶対これ出会えへんな。ちなみはされるけど来ないっていう。まあ、待ってると逆に来にくいのか。だから出会い橋ってそもそも男が声かけるもんなんじゃないですか。ああ、そうかそうか。これだから声かけた方がいいってことじゃ。まあ、わかんないですけど、普通そうなんじゃないですか。まあね、女の子が声かけるってあんまないでしょ。まあね、俺らは視聴者の人が声かけてることありますけど、普通なくないですか。まあそうか、うん、これをさ、だから俺らでさ声かけるってどうなのってなるやん。ちょっとまあね、ここはまあ待つしか、迷惑みたいになっちゃうよね、はい、待つ、うん、動かざること山のごとし。逆面もしょうがないもんね。まあ制御ないから。制御はないです、うん、結構見られてはいますけどね。もうちょいなんだけどね。注目集めてますよかなり。ちょっとやっちゃう、やっちゃう。俺そもそも仕掛けます。帽子でも変わんないですよ。それで声かかんないですよ絶対。これやっぱ緑のイメージちょっとでも俺抑えてたからちょっとオーラを。なるほどね。全開放、全開放するわ。そしたら来るとか。ありがとうございます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 。ちょっと出会いには並んだ。いや出会いじゃないけど。あー、もちろん名字相馬です。おー、ガチです。一旦ちょっと離れます。一旦ちょっとこれね、着。はいはいはい。はいはいはい。とかあ、いいですよ。写真じゃあ、ちょっと一旦移動していいですか。はい、一旦移動。移動しよう。移動しよう。ここって出会い橋？ここ出会い橋です。でも有名？有名。え、出会い求めてきた。出会い求めてきた。マジで？出会えた。マジで？やばいね。ガチでどうなん？ガチで出会い求めて。うん、出会い求めてきた。絶対嘘やろ。土曜やし、うん、土曜やし、出会える人がいっぱいいるかなと思って。あ、じゃあ光る一点狙いではないってことだ。はい。すごいな。出会い橋これ。出会った。出会った。出会いました。出会いました。出会った。出会いました。奇跡。今出会いました。で、マジ？クリスマスプレゼント。すごい。クリスマスプレゼント。え、2人は何しとったん？ほんまに出会いを求めてきとったと。え、これ出会える、ここで。過去出会ったことあるここで。ない。うん、声をかけられたことあるけど、行ったことない。うん、行ったことない。行ったことない。ナンバー行かないよね。うん、じゃあ意味ないよ。逆なしに行きたい。逆なしよ。すごいな。どんなノリなの？なんか今日逆なの。なんで？飲んどる今。飲んでない。飲んでない。飲みましょう。飲みましょうよ。すごいノリだ。屋台は行きたいけどな。まあ、行きましょう。屋台行くかじゃあ。いやー、やったー。これはまあもう、うん、乗り換えるしかないでしょ。まあまあそうだね、はい、流れにね。まあここまでなんか流れがいい感じじゃないからね。確かに、うん、奇跡。ほら2対2でぴったり、うん、2対2でぴったり、うん、確かに。奇跡を受けてる。確かに。どっちがどっち担当なの。それ早く決めとかないとっすね。確かに。結構緑の髪の人好きなの。私、ヒカルさんです。おー、緑相馬さん。ちょっと並んで待って、一回並んで、ちょっと一回相性見て。並んで待って。一回ね。あ、バッチリだ。おお、でもバッチリ。いい身長。うわ、すごい。いや、身長差めっちゃ良くないですか。これぐらいが。これぐらいじゃないですか。完璧だわ。
ガチで緊張してるんだけど、かわいい。急に来るパターンやばくない？ガチで。そう、電話橋からの流れ急すぎて、はい、確かに。だからよくわかんない。確かに確かに。急にね、ガチで緊張してる。急に来たんだよ。行きます？確かに。で行きますか。行きましょう。場所知っとる、うん、美味しいとこがいいです。今から屋台行く前にサムネだけ撮らして。YouTuber やから一応俺。確かにね。そうそうそう、もうここって決まったから、多分今日一の多分。確かに。タイトルも決まったわ。タイトル決まった。はい、タイトル。博多美人に逆なされました。あ、これっす。もう絶対伸びる。博多美人って方言を出していったらいい。え、博多の人、え、どこの人。うん、え、今、え、どこで出身、ね、山口です。山口、山口どの辺。広島寄りです。ああ、ここめっちゃ映えるな。あ、ここやわ。逆なしてる雰囲気だし。逆なしてる雰囲気。逆なしてる雰囲気。オッケー、これでいいんじゃん。これ前ね、食べ取ってなかったんで。ああ、そう、取ろうと思って。次からオッケー、いける、はい、いけそうだけど、多分なんかどっかあると思うんで使います。じゃあこんな感じでサムネ取れたんで、タイトルもゲットしたんで、ほんまにじゃあ屋台行きます。いやー、よかった。歩きます。大丈夫ですか。そう、だいぶ歩くんですか。うん、え、ちなみに2人とも年齢は25です。25。あ、一緒。はい、同じ年で。あ、仲良し。仲良しです。あ、そうなんや。仲良しって聞かれて仲良しが言えなくね。まあそれは確かに、確かにそれはそうや。2人ともめちゃくちゃモテそうやけど、その出会いを求める意味ある。さっきの冗談なん。え、本当にクリスマス近いし、やっぱ寂しいの嫌だ。ホリデーシーズンだ。ホリデーシーズン。そんな言い方するんや、この季節の。聞いた。うん、なるほどね。あ、でもそうさ、やっぱちょっと花ありますね、なんか。あ、やっぱり。なんかそうだ、めっちゃかっこよく見えますよ、なんかマジで。そうなるね、やっぱり。女の子いるだけで。なんか目つきめっちゃ変わった。うん、そうかな。いつも通りだけど。いや、なんかちょっと目がギラついてますね。目がギラついてる。わかんないけど。ギラついてる。すごいな。ギラつきそうま。ギラつきそうまって。ギラそう。ギラそう。冷静さも知っとんやん。はい、見てるんで。冷静さも知っとんやん。冷静さも知ってるんで、相当知ってる。結構知っとるな。でも、挨拶もしますよ。ご飯のやつ。あ、食卓のサウマ、それ。食卓のサウマ、それ。はい、じゃあ屋台があるとこ着きましたよ。はい。めちゃくちゃ屋台ありますよ、ここ。すごい。大量の。てか、めっちゃ綺麗やな、これ。これやばくない？やば。ここ、ずらーっとこの通りが屋台らしいです。どれ選べばいいかわかんないよ。確かに。まあ、どっか空いてるとこ入りましょうか。まあ、そうだね。でもなんかタクシー運転手の人も言ってたけどさ、はい、屋台ってやっぱ屋台って別に味変わんないらしいからね。まあ、ね、味求めんなら屋台じゃないって言ってたから。まあ、そりゃそうっすよね、うん、すごいぞ数。やっぱ空いてるとこ行っちゃっていいよね。だから4人座れるって結構レアかも。いや、確かにあんまないかもな。てかめっちゃ人いっぱいおるやん、うん、確かに。4人座れるとこはもうまずないっすね。みんな待っとるもんな。並ばなくちゃいけないんだ。これは無理っすね、4人座れないっすね、うん、ちょっといっぱいすぎて、ね、屋台ちょっと難しいっすね、これ。ダメかもね。なんかない、うん、何の気分ですか。なんかある。ホリデーさんおる。ホリデーさん、ホリデーさん、ホリデーさん、うん、焼き鳥、もつ鍋。あ、焼き鳥、もつ鍋食べたの。俺食べた、食べた。水炊き鍋すぎるか。そもそも何がいいですか。刺身とか美味しいのある。あ、お魚。逆にイカ、イカ食べたい。イカ食べたい。イカのお作り、お作り、あー、めっちゃいい。え、なんかフグ？違うか、イカ、うん、全然違うやろ。全然違うやろ、フグは。フグは全然違うやろ。フグ全然違う。高校生の感じしないよね。え、ラーメンスタジアムはあれ、サイカカナルにあるラーメンスタジアム、ラーメンが集まってるとこがある。あー、俺それ行ったことあるわ、ラーメン屋しかないとこにな。そうです、そうです。でもラーメンがいいですか。いやだ、いやっすよね、イカですよね、さっきの聞いとった話。そうですね、イカやで。ホリデー聞いとった。ちょっと全然分かってくる、うん、本当ですよ、うん、まあそれか歩いてても探すかっすね。歩きますよ。専門店みたいなのないって言ってた。専門バレ言ってましたけど、昼言ってましたね、うん、美味しいって。美味しいです、めちゃめちゃ美味しいです、うん、ここめっちゃ映えとると。すごいね。フェスティバルとかの方がいい。あー、まあできればそうやけど、別に大衆居酒屋みたいなところでも全然いいで。まあ、とりあえず歩くか。ホタルはモモリン、この間あったとか。モモリンって名前。モモリンなんだ。おモモ、おモモリンです。モモとユナです。モモリ。うん、モモリとおユナ。え、二人はさ、こうやってさ、自分から男に声かけてご飯行ったことある？ない。一回もない。一回もない。まあ、それはないわな。それ多分ないと思う。セグランバージ。オーラソースがすごい。ああいうことやってみたい。ああいうの。何？あ、屋形船？そう、屋形船も乗れるし。あー、イチャイチャね、カップルね。顔見てね、どういう気持ちだ。顔なんて目に入ってないもんね。別にあんな顔の前でやる意味が分かんない。すごい、これキャナルシティ、すごいやばい。
博多でなんかなんでこんな無駄に綺麗だ。なんか無駄にこのなんかイルミネーションやばくないですか。イルミネーション率高い、うん、イルミネーションがすごいのマジで。ガチですよ。えってトランジスタ。ギリ出た、ギリ出た。そう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 。はいはい、どうも。あ、一緒に撮ります。ナンパするなってお前。あ、私もヒカルって言いました。さっきヒカル。僕もヒカルです。ヒカル。さっき言いましたヒカルです。ヒカルです。ヒカルって。私もヒカルです。太陽のように中華の間のルスのルでヒカルです。うざ、めっちゃうざいよ。カタカナじゃなくて漢字3文字でヒカルです。はい、お願いします。だんだんアピールやね、マジ。ありがとうございます。撮れます？ちゃんと。ちゃんと撮れ、もう一回ちゃんと確認してもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒカル。ヒカルとヒカル。え、ヒカルっていうの？え、すごい。やばい、マジでパニックで。やばいわ。めっちゃ青いやん。めっちゃ青いやん。ありがとうございます。ありがとう。頑張ってください。頑張るわ。ありがとう。ありがとうございます。元気やったな。声のボリュームおかしかったもんね。確かに。すごい。すごい。いい感じの。ナイス。ありがとう。さすがやな。持つべきものはやっぱ博多女子っていうのは。めちゃめちゃ可愛いなと思って。それはタクシーやな、絶対遠いなら。はい、着きました。はい。なんかたまたま着いたところの横にまさかのすっぽん料理前田ありました。これちょっと行きたいけどね。確かに。前田さんでも俺も前田やから。あ、てかリュックナイス。わ、すごい。リュックいや忘れてた。いや忘れてた。危な。ナイスナイスナイス。やばい。危なかった。ガチで忘れとった。危なかった。さすがやな。これ出会い場所からめっちゃ近いの。あ、そうなんや。おしゃれで美味しい。あー、なるほどね。隠れ家的な。あ、隠れ家ちょっと高めの。高めです。いい、いい。そういうの待っとったで。今から行くとこも一応高級です。誰に連れてきてもらったのここは。いや、ははは、じゃないって。誰に連れてもらったの。ホリデー、ホリデー誰の。いや、それはまあまあ。それはまあ。え、まあ、どこ。そうですね。パパ。パパ。いや、パパはいないんですよ。パパいない。ママ、ママある。ママですね。いや、まあ、おかしいことしてる。なるほどね。まあでも何かしらの男に連れてもらったと。いや、まあ、はい、まあ、自分のお金でなかなか来なさそうだもんね、うん、ここは。女子会とかでも使う。わ、めっちゃ匂いする。ここ隠れ家感すごいな。ここ裏路地感すごいぞ。あ、これ、うん、うわーすごい。なんかちょっとおしゃれだな。めっちゃおしゃれ。あ、クータ。クータ、クータ、おしゃれやなこれ。でございます。じゃあ行ってみましょう。見てこのワインやばい。めちゃくちゃおしゃれやん、これ。なんか超高級感漂ってますね。すごいな。東京にもこんなとこあんまないぐらいのおしゃれな感じ出ますよ。でも壁にワイン飾ってある。すごっ。うわ、すごっ。やばいやばい。これすごいとこ来たな。やばっ、これ肉飾ってあるやん。すごっ、すごいとこ来てしまったな。まさかの流れで。いやすごい。屋台とは真逆の場所に来た。確かにね。かなりの高級店で。すごいわ。改めて初めまして。初めまして。初めまして。合コンみたいな。ちょっと確かに。え、嬉しい。やばすぎる。合コンのレベルじゃない。合コンとかすることある？ないですね。すごい慎重した。若いよ。25になったらないかな。若い時はありましたよ。若く見えるけどな、2人とも。確かに。25。見た目若いもんね。見た目若い。やった。でもね、僕見えるめっちゃ。まあそれはね。それぐらいじゃなびかないよ。相馬さんをなびかせよう。なびかせたい。一瞬で押しすぎて。これね、メニューが料金載ってないんですよ。え？載ってないです。お、これ載ってますね。あ、おすすめが載ってないや。コースだけしか載ってないですね。あ、載ったら一応載ってるけど、載ってないともありますね。普通に。怖。シャトーブリアンとか値段載ってないですよ。シャトーブリアン。めっちゃあるだろ、メニュー。結構何でも。メニューありすぎてちょっと悩むね。確かに確かに。好きな博多だけってなってる。博多だけじゃないでしょ。シャトーブリアンだもんね。どこですか。海外。海外。え、あ、じゃ、わかんない。え、どうしよう。タンカレーとか、カレーとかもあります。あ、タンカレーめっちゃ美味しいですよ。ここ来て食わんやん。お酒じゃん。ピンポン。ちょっと待って、ちょっと待って。タンカレーなんか。っていう
スピリッツ。スピリッツで。でしかもタンカレーめっちゃうまいよって。なんかね。適当に言ってる。ビーフカレーある。あ、そうそう。ほらほら。ちょっと間違えちゃった。ちょっと待って。飲み飲む方がいいかやっぱり。お前のそうだよね。夜なんでね。せっかくなら。お酒強い。飲みますね。いいですよ。飲みそうだもんね。確かに。え、それだってめっちゃ割れるんですよ。飲みそう。私の子は多分。みんな強い、お酒強い。あ、そう言うな。いや、タクシーでやっぱテキーラ勝ち込めばよかったって言ってた。相当だった。エンジンみたいな。エンジン。ガソリン。エンジンじゃない。エンジンかけてテキーラで体熱くしていく。すごい。多分相当強いよね、それ。確かに相当強い。相当うざそうね。うざいですよ、お酒飲んだら。とか言って。とか言っちゃって。これじゃあ山崎ハイボールにします。私は生ショーで、私も一緒で。生ショーってなんだ。ショー。あ、生のショー。ええ、その言い方するな。ピーチオレンジにしたい。わかるよ。結構二人ともお腹空いてる？食べてない。食べてないです。今日何でも食べてない。そんなことある？こんな時間まで。もう食べます。お刺身でなんかおすすめってあります？じゃあ盛り合わせでなんか食べたいやつは？肉じゃが。肉じゃが、やっぱじゃがいも好きなの。そうそうそう、オマールエビに絡むってめっちゃ美味しい。でそれもお酢持ってきてもらえますよ。ストップ一服まで持ってきてもらっていい。そんなことある？太陽シナとかドドドンと一体なんで大丈夫。なんかこのお店で一番おすすめなやつ絶対にシェフにお願いして。あのやっぱウニ刺しも、うん、プロタクも。あ、プロタクも寿司あるやん。まあじゃあ適当で。なんかあとは太陽シナ。はい、すいません、お願いします。嬉しいね、夢みたい。うまいね、諦めて帰ろうと。残してよかった。残してよかったね。逆難成功。初の逆難が、さんまさんと一緒に。そうだね。もうできない。もうしない。もうしない。最初で最後の逆難。毎回言ってるんじゃないの？悪いよ、悪いよ。逆難するために言ってるんじゃない？いや、毎回ここ連れてる。あなたは全然怒っとったから。まだここで言ってるんじゃなくて。名物とかもいいから。二人の学歴とかは賢い。バカそうに見えるけど、たったの。どこからが頭がいいか分からない。大学は行っとる。大学は行ってないです。高卒一緒や、俺と。あ、でも専門。あ、専門。そう、専門じゃなくて。専門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 って専門学校。専門。専門。専門。ファンモンみたいな。あ、そうそう、専門。専門。専門。ファンモン。ファンモン。イエーイ。イエーイ。イエーイ。やばい。専門行ってました。美容の専門学校行って、ぐらいですね。最終学校。美容系なんだ。それで今は美容系の仕事？今は美容系はしてない。あ、してない。なるほど。今は何の仕事してる？夜の。あ、夜の仕事しないの。じゃないと、でもこんな喋れないもんね。確かにな。おかしいもんね、距離が。離れ感がね。俺なんか隠れ YouTuber なんじゃないかって思うぐらい。めっちゃ喋るもんね。確かに。VTuber。VTuber ね。VTuber？ え？私は大学途中です。やめました。どこでやめた？4年生です。何年？ちょっと趣味に一生懸命なってる。趣味？趣味なんの？今はあれなんですけど、韓国のアイドルを受けてます。あ、BTS とか。あ、そうです、そうです。 BTS の追っかけで大学やめた。やば。4年通ってやめるのよっぽどじゃない。学校に行かなくなったんですよ。その趣味のためのお金を稼ぐために。なるほどね。で、その稼ぐことに楽しくなっちゃって。今も夜やってんじゃん。あ、今も一緒、一緒の店。そこで店で出会ったんだ。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。すごいね、4年で辞めるって。そこでね、何年ぐらい BTS 追っかけた？ダウンタウンは本当に1年もかけてない。1年のために食べたの？違う、なんか売れてないアイドルに行きました。あー、なるほど。手が届きそう。あー、なるほど、なるほど。手が届いた？届きかけた。えー、かけたってどういうことなの？すごいな。かけた、そういうとこまで行ったよね。かけた、行ったの？そうだよね。ええ、それ日本のアイドル？韓国で。韓国で手が届くやん。どうやって届くの？韓国で。すごいな。日本に来た時にみたいな。ええ。じゃあもう自分から行くのだから、もう。え、そう。逆にしてる。すいません。ね。SNS 逆なんて。手際がいいと思ったな。やけになんか。ノリがすごいなと思って。あと動じないしね。うん、確かに。今は誰の追っかけなの？今ほらコロナで。あ、なるほどなるほど。なるほどね。じゃなくなったんや。なくなりました。今仕事一筋。仕事一筋。全説得力ないです。すぐ韓国で話しちゃう。何ですか？お菓子ですか？うわぁ、めっちゃ美味しそう。え、牡蠣？牡蠣ですね。すごい。カリフラワージュレガキです。あー、カリフラワージュレガキ。カリフラワーってジュレになるんだ。そうだね。カリフラワーってなんか白いイメージあった。すごい。あ、これがカリフラワーじゃないや。
あもう結構いいね、みんないい感じだね、みんないい感じ、お酒飲まないでもいい感じ、じゃあちょっといいですか、幹事長、幹事長、幹事長、いいんですか、本当にちょっとなんか OL 感あるもん、まあ確かにちょっとなんかできる OL 感出てる、嬉しい、仕事できそう、乾杯とさせていただきます、はい、逆難に乾杯、乾杯、福岡、福岡、福岡嫌でも、うまっ、うまっ、がっつり行こう、がっつり行くんだ、がっつり行くでしょ、まあね、そりゃそうか、俺はゴールがないからさ、ないもんね、今日何も決まってないから、予定も何も、だから何してもありっていう、でもサムネ決まってよかったわ、いや確かに、いやその中身はすごいよかったけど、気のあるサムネタイトルは見つかってなかったから、え、じゃあ本当にサムネとか計画もせずに来て決めるんだ、そう、いつもこういう旅の時はそうなんでしょ、この旅の時はそう、すごい、そうだからありがたい感じや、ほんまに博多美人に感謝って言う、確かに、こちらこそです、これヒカルさんからなんですよ、おーお前、ロイえ、ほんまや、やめて、すごい、え、これ俺意識した、そうすごい、すごいな、トカイってね、トカイってなんか言うんだよな、結構トカイって口癖だよ、ちょっと昭和感あるんですよ、こちらね、昭和感あるよね、ちょっと昭和だから、結構昭和だから、何歌う、じゃあ木綿のハンカチとか、やば、相当昭和やな、木綿のハンカチ歌うなんで大正みたいな、なんでそれ知ったって、大正、大正は違う、大正は言い過ぎだろじゃあいただきます、いただきます、いただきます、カキ一口いった方がいいんじゃん、これすごこれ、てかなんかクリームチーズみたいな、いただきます、うまこれ、めっちゃうまいね、なんかもうグラタンみたいな、確かに、いただきます、うまカキのグラタン、うん、うん、すごいな、うまっ、マジで福岡食べ物美味しいね、うん、確かに今のところ外れなし、外れなし、駅地ぐらいで、駅地、うん、ちょっとね、めっちゃ詳しいやん、どっちが詳しいの、多分、お湯のトラックすごい詳しいです、冷静相馬って言ったもん、さっき、うん、確かに見てました、本当に福岡大好き、すごいな、誰が一番好きなの、ヒカルさんです、やばい、あーやば、じゃあこのモモリはみんな大好き、うん、みんなあんま好きじゃないパターン、多分あれやろ、興味ないやつ、でもこの前博多来てますよね、あ、リザードの、うんうん、あ、来たんだ、あれもなんか行けなくて、そう外れたんや、秒で、なんか付き添いってことやろ、保護者ってことやろこの追っかけの方、監督暴れすぎてるってことだ、マネージャーみたいな、一応ね、2人ともみたいな、そう、支えながら、2人が寄ったらどっちかが支えながら、いつもね、支えながら、2人で、2対2で男と会うことってある、ないね、見つけ顔が嘘ついてたらよ、ないねぇ、ね、分かってるよね、ないねぇ、だよね、え、ちなみに博多はさ、美女がおるとか美人がおるって言うやん、いい男おる、でも結構おるって聞く、うーん、でも圧倒的に女子の方が可愛いみたいなのが上回ってる、なるほどね、じゃあ博多で住んでる男ってめっちゃ得ないよ、得だね、割合が多いでしょ、え、多分同県よりも、なんで、え、なんでなんだろう、さっきもクリスマスのさ、うん、あったじゃん、あ、マーケット、マーケットの時も美女だったけど男そんな過酷ないパターン結構あった、あ、じゃあ確かに、だからモテたければまあとりあえず福岡来いと思う、いやマジでマジで博多に住めばワンチャンあるとこだよ、めっちゃ思った、女の子めっちゃ多いから俺も住もうかな博多に、珍しい、ワンチャンあるか、お家、家買うみたいな、福岡でお家買ってみたみたいな、借りるか、うん、大変なことだ、大変なことだ、イエーイ、そこでクリスマスパーティーします、あ、いいですね、いや、そんな通り借りる、俺の連れかよ、なんで主催しようとしたの、確かに、すぐ主催したから、すぐね、計画立てたがった計画立てたがり、うん、どうした、この旅、いやめちゃめちゃ面白いね、この流れね、いろいろありすぎて、こういうノリの子がいるからやばいんですよ、確かにね、初めて出会ってこのノリで来れないし、 YouTube 出してんのに、おかしいもん、俺らより YouTuber って感じで、いや分かる分かる、わけ分かってないですもん、今のわけ分かってないですもんのタイミングも早かったもん、めっちゃいいどんどん来るもんね、そんなことないもんね、ちょっと押されてますもんね、そ、もうそうだね、もうやっぱ女の子もやっぱちょっと嬉しいんですけどね、やっぱりね、ちょっと苦手ですよね、やっぱりねお酒入れますね、ちょっと、ね、お酒入れないと、ちょっとね、乾杯乾杯、お酒がなきゃ、すごいですね、本当だよ、手法で全然使うし、あれ聞くのほんまに、うん、聞くんや、本当に使う人いるんだ、プライベートで使う人いるんだ、いや俺そんな分からない、巷で有名みたいなのないんですか、全然知らん、俺らそんな飲まんもん、じゃあ普通にプライベートとかも全然飲まない、全然飲まない、手法で持ってない、
いや、買い忘れて、いつも3袋ぐらいする。あれ結構高いよね。高い。あれ1200円しますよ、6袋。高いな。でもね、それで2日目がね、こんだけ酒飲む店ってワンチャンあるからって。もしかしたらある説も。うん、確かに。わ、すごい。緑髪？緑髪だね。すごい。さっきは目取ってたけど普通に。確かに。どう緑髪好き？緑いいね、韓国っぽい。うん、韓国っぽいんだ緑って。まあ韓国の。なんか派手髪が韓国っぽい感じ。あ、派手髪の人多いんだ。やっぱ韓国好きなんだ。めっちゃ好きで。韓国好きなんだ。韓国系男子やばい。そこでもう仲良くなるんだ。そう。なるほどね。韓国っぽいじゃないですか。あ、韓国っぽいんだ。ぽい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 。光って韓国っぽいんだ。センター上げがじゃないですか。ああ、そうなんだ。センター最強です。ちょっとセンター。だから山さんもセンター。任せて。俺全然いけるから。これのせ線だとこういうことでしょ。ヒカルさんみたいにこうなんかいくなんかこうふわっ、うん、ふわっといく。うん、ちょっとよし。ふわっとしてる？そうですね。結構強い。芸人みたいですよね。そう、ああいみたいな。ピスタチオ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 。今あんま聞かないけど、あとどっちかっていうとトレンディエンジェルじゃん。トレンディエンジェルだったら分かるんだけど、ピスタチオって例えもなんかちょっと古いじゃん。気づいちゃったの、なんか。デカちゃんの色。デカちゃんじゃん。デカちゃん。デカちゃん。デカちゃん。色。デカちゃん。色。アロラチオのデカちゃん。デカちゃんの色。デカちゃんの色。デカちゃんの色。気づいちゃったからデカちゃん言って。俺、なんで俺がデカちゃんなんの？ひどいし。そんな目に遭いました。流れ玉もいいよ。気づいちゃったそうまで。気づいちゃったそうまで。手元すぎだろ。気づいちゃったそうまで。気づいちゃったよ。名人ってロケマスといるみたいな。気づいちゃったそうまで。いやでもなんか東京でもこんなコミュニケーションが高い。確かに確かに。珍しい。珍しい。めっちゃ東京来たら人気あると思う。なると。誰とも。行きたいですよ。引っ越したい。住んでみたいってのはありますね。住んだことないけど。住むならやっぱ一緒に行きたいってことある。そんなない。本当に？でも結構行ったら寂しいから、普通に行きたい願望は強くなるかもしれない。一番仲いい人は二人にとって二人だ。結構全部言ってるかも結構。私も全部言ってます。あんま言えないこととかも。どんどんいいこと？あんま言えないことって。ああ。ちなみに美容に対して2人のお金かけてそうなんだけど、うん、どれぐらいかけた？顔に対してお金かけた？トータルにある。最初いつのデビューしたの？20とか。2人からあ、2人からね、やっぱり。めっちゃ赤裸々に語る。2人からスタートして花。花やってないです。やりたい。やりたい。やりたい。そう、花もやりたいし、ジュルルル？ジュルルル？なんでいろいろしたいですね。いろいろしたい。じゃあお金無制限でやれるって言ったらめちゃくちゃいろいろとかあるね。やりたい。そうなんや。東京したいです。東京ね。一番痛いっていうね。あ、そうなんだ。鼻めっちゃしんどいって聞くよな俺。
だってできない。そう、しばらくできないから。え、怖っ。別に鼻低くないよね。低くないよね。本当ですか。ちょっと、でもなんか綺麗よ、もうちょっと、もっとこう、シャカシャカ。なんか今流行ってるノーズ、あ、そう、アップノーズみたいな。それ言い出したら気になるね。でも流行りだからちょっと怖いんですよ。そうそうそう、流行りつったらダウンノーズとか流行るかもしれないってことでしょ。昔結構矢印っぽいのが流行って、はいはいはい、今はもうちょっと削る人すごいから、整形にもやっぱ流行りとかあったりとかあんだね。やばいですよ。それ全然前じゃん。上何？何？これエビのオマールエビのジャーム。えぐ？絶対前じゃん。何これ？あ、エビの匂いすごい。うわー、出した。超エビ。めっちゃすごい。なんで笑った？なんで笑った？めっちゃいい匂いする。確かに。すごい。わかる。今一緒に匂いしてるね。いや、もう、もう、洗濯でそこで匂いで。気づいたら、気づいたら。でも、デッカちゃんじゃねえって。なんでデッカちゃんだよ。デッカちゃん、そう、また。俺、悪すぎやん。いただきます。デッカちゃん、そう、デッカちゃん、もう、無理やりすぎるもん。ガモちゃん、デッカ。ガモちゃん、デッカって。ヒカルさんがブソっていいじゃないですか、なんとかそう思って。それがめっちゃ面白くて。平成そうなの。そんなにめっちゃ面白くて、超好きです。一ファンとして。それは嬉しいね。もっと言ってほしい。あ、なるほど。なるほどね。いや、言いすぎてもね、狙いすぎても。たまにやるからいい。まあ、見る。聞いてね。聞いてね。めっちゃうまそう。一口待って、これだけ。記念に食べとこう。食べたい。エビ行きましょう。いやいや、エビ行くのは申し訳ない気がする。でもすごいタレつけてるじゃん。うん、タレはつける。じゃあ行きます。イチャイチャソーマ。イチャイチャソーマ。イチャイチャソーマ。めっちゃ美味しい。美味しいじゃないでしょ。美味しい。美味しいね。めっちゃ美味しいね。ちょっとこれもうちょっと入れます。ちなみに AB 型なんですか。知らねえよ。なんでだろう。だから。いいじゃない。いいじゃないですか。介護紹介しちゃって。ちなみに何型。まあ、AB です。マジで言ってる？これ変人じゃん。来ましたか？え、何これ？え、これやばい、これやばい、これやばいって。お稲荷さん、お稲荷さん、お稲荷です。お稲荷さん、ホリデーとお稲荷ね。いやいや、その時、その時はイエス。お稲荷ホリデー。お稲荷ホリデーって言ってたら、もうすぐ金玉。金玉休み。すごい。初めて見たな、これ。これやばいね。みんなで一斉に食べようか。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。ウニうまい。マグロもめっちゃいい匂い。フレラフレグラ。ああ、そうなんですね。そうなんですね。フレラフレグラ。じゃあね、ピンクだよ、ピンク。めちゃめちゃなんか食べやすい人でよかったね。確かに、それはそう。喋りやすい人と喋りにくい人のあれ、なんかあるんですか？あ、もう4人手数です。もう手数めちゃめちゃ喋るよね、二人とも。自分から実際でも喋りにくそうやったら来てなかった方が。ああ、喋ってきた時のノリがすごく喋れるなって。確かに、やっぱ分かるんですか？分かる分かる分かる。だって最初からもう逆難逆難みたいな言うないでしょ。頭おかしい。確かに、逆難成功とか言う。何なんですよ。イエイみたいな。イエイって言ってたから、すごいよね。大体イエイって言ってたら大丈夫だ。大丈夫だ。みんな友達。おじさんめっちゃ強そうやもんな。あ、確かに。おじさんキラーこそ。おじキラー。でも2人ともめっちゃおじキラー。おじキラーでしょ。で、2人とも絶対に体許さなそう、おじさんに。金だけ絞り上げて。確かに。金だけ巻き上げて絶対に許さないで。まあ。立ち悪いよ。立ち悪いよ。おじさんが一番金落とすんやろ。まあそうだね。おじさんもおじさんで別に落ちないのがいいと思ってそうですね。もし落とせないんだっていうのが多分いい。わかんないですけどね。どうやって落とせるの、2人は。落とし方教えて。私の落とし方。攻略方法。わかんない。どうなんだろう。これ450万人以上が見るんでしょ。そうだね。やばいやばい。どうやって落としてます？落としたい女がいるとき。必殺技みたいなのあるんですか？ないな。俺落ちた人しか来へんから。自分からは落としに行かないですか？出会いがないし、喋りかけてくる人は大体自分のこと好きな人やから。そこからってことか。そこから、そこから全然。自分から行く余裕ないっすよ。単純時間的にきついっす。今のヒカルさんのタイプは写真みたい。タイプってタイプないんやな。めっちゃうまそう。怪しい。こちらは、はい、いいです。あー、ごめんなさい。ちなみにこの人何回くらい来てます？はい。7回目くらい。来てる、来てるな。全部おじさんとでしょ。そこにエルメスのバッグ。別にバーキンもらったことある？いや、ないです。バーキンでも何回もらえる。もう、カメラ見せてきてるもん。端が一番美味しいんですよ。うわ、美味しい。左や。左の AB なんですよ。天才の天才。確かに。俺左。結構珍しい人そうだったの。俺ももっと左だしね。でも結成ですね。
チーム。チーム名教えて。どうしよう。チーム特殊。ああ、無理だ。やった。東京の食ってやっぱ九州と全然違うのかな。全然違う。九州と関西似てますよね。甘い。甘いです。うん、ドロッとしてて。決まってきてる感じですね。いや俺めっちゃ早いからマジで。でもそっから長いですもんね。耐えれれば一気に飲まされたらもうすぐ終わる。女の子いるとやっぱ弱いっすなとか。いやもう防衛本能で飲まないとって思っちゃうもん。緊張しちゃってもそれなんだそのこれメインですよ。それがこれでいこうか。わ贅沢そうなあ邪魔。これ邪魔食べ物じゃないらしいです本当は。え何贅沢そうまって言ってんの。何じゃ昨日教えてもらったけど忘れちゃった。誰に。おじさんに。イケオジだよね。すごい。おじさんでもね、なめになった話ね。イケオジは普通の若い男の人よりも上だからね、格がね。イケオジはね。やりラビーとかやりそう。何歳まで OK？ 結構いけるかも。私は。40いける？40はいけますよね。50はないんですけど、40は。でももうその人によるって感じです。決めたくやったら OK ってことやろ？そうですそうです。福山雅治とかね。そうです。考えたらね、そうだね。相当トランジスタどうなの？丸やった丸だ。やった丸だって可愛いですね。なんかやった丸だいやった丸だい。俺舐められてるよね。男性に求めるものって一番は何なの。清潔感。清潔感何を見て清潔感があるって思う。めっちゃ体洗っとっても臭い人臭いしね。脇がの人とかもいるじゃん。ヒゲが生えてないとかそういうこと。やっぱ匂いいい匂い。香水とかしなくて清潔感出てる。体臭体臭どっから匂い。手とかから、この辺首自分で分かんない。緊張する、緊張する。緊張する。いや、ここで測っといた方がいいですよね。ここで、いい匂いって言われたら、このままキープでいけるし。え、私も体臭とかも気合い入れるわ。あ、ごめんなさい。うわーうわーくーああ、あー、まる。よかった、まるでよかった。体臭の違いが女の子はいい匂いするけど女の子で臭い人見たことないもん。いますね。可愛い子はみんないい匂いします、ね、そうだよね。やっぱ可愛い子ってみなしなみ気を使ったってことはやっぱ匂いも気を使ってもそれはあるかもね。お肉食べたら臭くなると思う。あ、あれだ。ありがとう。美容系言っちゃった美容系言っちゃったみたいな。やかましい。めっちゃ美味しい。うまっ。甘いめっちゃ違うの普通の卵焼きと。すごっ。すごい。でかくないですか。でか。里山さんかっこいいですね。さっき里山さん機嫌悪いんじゃないかと言ってたけどそんなことないですよ。クールなだけですよね。クールなとこ笑ってると嬉しいです。いやそうなんだよね。どこでもそうでしょ。ラップですね。そうそう、クールそうな人が笑ってたら、あ、かわいいってならない。うん、ありますよ。それ、あれいいよね。逆ってどうなんですか。めっちゃ笑顔の人が急に真顔とか。それはギャップじゃなくない。またそれいけるよ俺。クールな方がお酒飲むとちょっと。あ、逆ってそっちかね。逆はダメなんだ。なるほどね。あとそしたら光とかもちょっとそっちよりあるよね。あざとい。あざといよね。ずるい。今やるなんかあざといよね。あざとい。でもあざといのは結局よくない。あざといの結局いいからね。結局いいんですよ。俺もクールになろう。あざと系選手権しません。あざと系選手権。あざとい人が誰か。ああ、オッケー、いいじゃん。ルール教えて。じゃあ一言でこれはあざといなって言えた。何が素敵なのこれ。何も思いつかないもん、あざといが。仕草があざとい人とかいますよね。でも余ったりだと言うわ、あざといで。なんかこいつやってんなみたいな。ボディタッチはやっぱずるいなと思う。しかもそれもなんかただやるだけじゃない、自然なやつ。だってボディタッチめっちゃ多いもんな。本当にやばいじゃんもう。俺の方一回もないけど、こっち結構もうおじさんキラー。おじさん認定されてんだよね、もうね。いやなんかこういうのってあるの。マジ勝手に人のほっぺ触って、そんな好きになるやん。そんなダメじゃん。好きな人にやっちゃダメ。そんなダメ、わかりました。テクニックを指す。結構ほっぺ守ってくるんってします。それやっぱ喜ぶみんな。どうなんですかね。いやいやいや、分かってるやん、もう。わーやばい。ウケる。人のほっぺそんな触る。この顔はね、ちょっともうね、マジでやばいね。あ、俺めっちゃ酔ってるね。めちゃめちゃ顔だって酔ってるじゃん、これ。すごい。これ相当酔って、なんでほっぺ触る。痴女じゃん。いや嬉しいわ、ほう。まさかにガルさんと褒めるなんて。うんうん、私なんだろうな。いやいや、でも有名人怖いの。何でもやっぱり来る。でもやっぱり違いますよ。お客さんとして来た時点でもう違うってなる。やっぱ顔も大事なの。大事。ドームには入っとってほしいですね。鼻が綺麗な人が好きで、鼻が良かったら他のパーツがやっぱじゃなくても、鼻だけでかっこいい。好きになれそう。どんな鼻がいい。うん、お客さんの鼻とか結構めっちゃ綺麗。で、日本人でって誰だ。ずっと三浦春馬さんとか。三浦春馬の韓国っぽい。ただのイケメンだよ。あとか坂口健太郎さん。いやもう、ああ、ちょっと韓国っぽい。ちょっとお客さんっぽいじゃん。うん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 。言われたこと考えないの。坂口健太郎の店来たらもうすぐに着く。絶対着く。つけてください。あ、もう言うんやん、それ。私言ってる人がいるんですよ。絶対つけてくださいって。
もし来たら、名前つけてくださいみたいな、芸能人。それ誰なんちなみに。ジードラゴン。絶対来んやん。来るわけないやん。全員そう思うやん。ジードラゴン全員つきたいやん、どう考えても。クルさんは逆に、どんな女の子ちょっと聞きたいの？漫画に出てきそうな子が好き。難しいな、正直。あ、でも俺も匂いがいい人だったらいいな。あ、匂いめっちゃ大事。そこはやっぱ最低条件、最低ライン。あと見た目が最低限自分の中で可愛いなって思う部分が一箇所でもないときつい。例えば横顔でもいいし、笑った顔でもいいし、何かどっか一部分可愛いなって思う部分がなかったらもう無理やん。最低ラインってあるやん。もうこの基準値超えてなかったら無理みたいな。それはやっぱ超えてなかったらきついな。何も出てきそうな。まあ、難しいけど。だから例えば、まあ会ったこともないって、LINE だけしとって、急に電話かけてくるとか。もう急に電話かけてきて、今から会いたいって言ってくるとかって、もうちょっと、まあ、漫画っぽいやん。そういうの、まあ、ドラマっぽいって言うかさ、そういうの、そう、普通そういうのしてこへんやん。そういうのしてった時に、その子の顔が結構タイプやったら、めっちゃいいなと思う。まあ、この攻め方めっちゃいいなみたいな。やっぱ攻めてくる女性の方が好きですか、じゃあ。攻め方によるけど、普通の人がしてこへんことしてくる方がいいなと思う。アプローチの仕方が特殊っていうか、だからそもそも。うん、そう、いきなり電話かけてくるってさ、あんまないやん。大人になって失礼やと思うよ、電話って、うん、だからかけへん、どうしようってなるもん、ね、そうそう、かけへん、酔っ払ってかけるとこ分かるから、うん、普通に白売りかけるってあんまないやん、うん、ない、お昼とかにかけてくるとかも、そう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 、あ、だから逆に気になるよな、お昼にかけてきたらなんなんやろって思う、しかも特にヒカルさんにかけるっていうのが、あ、そう、女の子のね、やっぱなかなかできんじゃん、うん、そう、それがやっぱめっちゃいいなと思う、うん、そういうの、そういうの、まあ、例えばね、うん、人と付き合うんだ、普通の人ででも一般の人が多いで、過去、全然それ多いで、有名な人とかじゃなくて、有名な人一回しかない、そうなんだ、初めて知った、ほとんど一般の人やな、一般の人って出会えへんわ、出会いがないで、うん、こう有名なところで難しいで、出会いなんで、うん、そもそもどこ行ったあいつ、クリスマスマーケット戻った、戻った、戻ったどこ行ったのマジであいつ、遅いなほんま、少女性のタイプがね、私は分かんない、ニーハーフやで、え、待って、セリー、セリー、セリー、そもそもほんまニーハーフが好きな、可愛い見た目の男の子が好き、一番でも女の子も好き、男の子が好きなわけではない、そう、可愛い見た目の女の子の見た目の男が好きっていうだけ、あ、お、出てきた、大丈夫、全然大丈夫、天神まで行かないとないですもんね、うん、あ、そうなんですよ天神まで行ったんですか、ちょっと遠かったわ、うん、絶対タバコ吸ってでしょ、うん、タバコの匂いすごっ、いや、吸ってないです、でもこのタバコめっちゃ臭いな、え、嘘でしょ、何してるの、渋いですか、アメスピです。どうこの匂い？臭い。いやですね。そろそろやろな。この匂いめっちゃ臭いもんだって。香水振ります。香水一応振っとこう。みんなの香水じゃあ、うん、一振りずつしません？うん、でしょ、うん、あ、めっちゃいい匂い。どうですかこの匂い？これいい。あり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 。俺が持ってる香水似とるじゃん。イフみたいなやつだっけさ、なんかそういう英語がの。どっから出るの？レペゼンからもらったよねこれ。めっちゃ頭に振る。頭に振るもんね。あ、いいね、なんか、あ、いいね、いいね、あ、お稲荷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 の匂い、お稲荷の匂いする、お稲荷の匂いは嫌でしょ、酸っぱいじゃん、酸っぱいじゃん、酸っぱいじゃん、お稲荷に酸っぱい、それ、お稲荷に酸っぱいねえ、そっちお稲荷酸っぱい、おじさんあるよ、それちょっとミリンスみたいな、おじさんのお稲荷、おじさんのお稲荷、吸ったことない、吸ったことない。数派なの。二人に質問。俺と相馬さんに。誰にも言ってないことを聞きたいんで。二人とかって隠し事ないじゃん動画で。あんまないですね。うん、もう全部言うから、ね、結構ね。そのまんまがそう。うん、マジで全部。俺キャラ作ってないからあんまり。マジで全部言うと思うけどね、光とかって。最近あったなんとかじゃないじゃんやっぱ。ええー、でも。こそな感じ。ご機嫌は今どうする？使い稼ぎ。小遣い稼ぎ、小遣い稼ぎ。いい踏んでるね。いい踏んでる。小遣い稼ぎ、小遣い稼ぎ。それやばい。やばいやばい。ロッパルチンコ、ロッパルチンコ。それやばい。やばいね。ジュースがやめて、ラッパルチンコ。小遣い稼ぎ。結構うまいな。結構固めのやつ。なんだろう、絞り込む。確かに、このチャンスがね、光に聞くチャンスがないからね。うん、え、なんかゲームとかってするの？飲みゲームみたいなさ、なんかしますよね、めっちゃするんだ、めっちゃしまる、山手線とか、あ、まあ、おなじみなんやろ、そこは、歌でね、飲ませるって、あ、ありますね、歌で飲ませる、歌だったら、なんか誰かが飲むみたいな、なるほどね、え、東京もないんですか、いや、行かへんから、行かないから、あるんだろうけどね、多分、そこは、山手線は、まあ、有名な、うん、私とももりんが歌って飲ませるとか、2人ちょっとやり合ってみて、ぶっちが飲ませるかやり合ってみて、ね、タイマンで、タイマンで、タイマンで飲み合いしてみて、ここ飲み合い飲み合いちゃんと責任持ってください、ね、あ、ちょっと一回やりたいみたいどういう感じかっていう、俺らわからないから、てかこれってやるんですか、そう、あげるかなんたらみたいな、これとこれで、これとこれ、あ、あ、これとこれもありますね、
せーの、なんちとか。あるある。負けた人が飲むみたいな。揚げっぱとは言わへんけど、俺ら。なんでですか、関西は。一世のせ。うん、私の地元は、ちっちっちバルチッチって。あ、俺そう。え、本当ですか。関西、関西。やば。ちっちっちバルチッチ。ちっちバルチッチとか。俺らそう、俺らそう。バルチッチ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 。俺バルチッチやったから。バルチッチ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 です。バルチッチ。本当にそれ。自分だけじゃない。多分バリオバルって言ったから。バリオバルって言ったから。今気づいたの。じゃんけんもありますもんね、いろいろね。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。他めっちゃありますよ。実験だとかありますね。あ、岩手とかその辺とか。あ、そうなんだ。全然聞かないじゃん。あの、質問全然。あ、そう、忘れてました。なんで初めて会った女の子のどこ見ます？顔。顔しかなくない？まあ、俺顔以外どこ見る？確かに。え、でもどこでは逆に顔じゃない。顔。でも背も見るかもしれない。背とかを。背？あ、背大事だよ。ああ、そう、女の子そこ見るのか。背どれぐらいがいい？私より高かった。うん。ヒール履いても私より高かった。そう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 。何センチ高いと思う？163cm ぐらいで。でも高いの？うん。で？51です。高いね、163って。こっちの方が。確かに確かに。なんかこっちの高そうに見えるやん。確かに確かに。背の高い女の人と付き合います？自分より。ああ、でも俺出会ったことない。一緒に歩いたことがそもそもない。へえ。これ高い人が多いかもしれない。へえ。なぜかわかんないですけど。好きなんですね、やっぱ。ヒールを履いて高いとかなんて。いや、もう普通に身長170とか。すごい。俺170の人2回ぐらい。すごい。それすごいですね。そう。多分3人付き合って2人だけかも170。2人3人と2人170。半分の2すごいですね。うん。ご飯の時どうします？え、どうする？逆にこう背伸びしちゃうみたいな。逆にされるんですか、こうやってしゃがむ。あの、しゃがむ首後ろに持ってこいとなんかちょっとあれじゃない。まあみたいな。無理やり行くしかないよね、もうね。もう背伸びするとかね。165cm ぐらいが最高かも。へぇー。出会わないですよね、170cm。あんまり。意外といるけどね。確かにそこ行くってことは多分好きなのかもしれない、もしかしたら。自分であんまり気づかなかった。対象に入れない人もいるじゃないですか。あ、自分より高い人。でもなんか女の子は嫌がるパターン多いよね。やっぱ自分より高い人がいいっていうから、ね。まあね。そりゃそうですよね、大体はね。見上げたい。見上げたい。逆にみたいな言う、毎回。まあ逆にでもいいよね、みたいな。見下ろす感じがいいみたいな。でもヒール履けないじゃん、みたいな。俺も、じゃあ俺もヒール履くわ、みたいな。あ、それやばい。ごまかす。俺の方が高いの履くわ。って言ってごまかすしかない。やっぱ一緒に並んだ姿を思うんですよ、最初は。ああ、危ないよね。ああ、一緒に並んで歩けるかっていうのを。どう思えるか、みたいなね。周りからの、うん、目線、まあ、見え方ね。そうかそうか。大げさに言うとすごいもう出る。ね、想像ができない。一緒に歩いてる。面食いってことやな。まあね。まあでもそれも大体みんなそうじゃない。大体そう。素直か素直じゃないけど。だから面食いしてもね、結局ね。みんなそうでしょ。はい、じゃあラストデザートしました。はい。美味しそう。いや楽しかったな、マジで。マジでね。あっという間でしたね。そうだね、早かったわ。ガチで、だって、動画回しすぎて1時間以上ありましたね。ここで飯食ってるだけでしょ。そうですよ。何分の動画なんだよ、ほんと。空港行くところからご飯食べるまでってことでしょ。すごい動画だ。今日も朝からずっと回して、多分ワンチャン2時間とか行くかもしれない。いや、行くよ、これ。いや、わからん。どうでした博多の。最高。美味しかった。博多マジでレベル高い。やばいわ。全部サウナも全部美味しいもん。行ったところのレベルが高いだけなんかもしれんけど、でも良かった、ほんまに。あとやっぱ、ほんまに博多美人多い。間違いないね。でもやっぱ、彼氏いる人も多いなと思った。私、男性良かったな。カップルめっちゃ多い。カップル多い。冬はやっぱくっつく。ホリデー。ホリデー。ホリデーシーズンだから。ホリデーシーズンのせい。イルミがあるせい。うわ、最悪だ。いただきます。いただきます。ヘルビゾルディックね。美味しい。最高やな、博多。ありがとうございました。ごちそうさまでした。いやー、うまかったし、マジで。ちょっとね、ほろ酔いぐらいですね。顔が熱いです。あー、涼しい。めっちゃ気持ちいい。最高だ。今回行ったところ、値段がですね、3万7000でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、よし、俺のネックウォーマーや。ありがとうございます。すいません。助かりました。ユニクロのネックウォーマー。ありがとうございます。思った以上に俺からし安かったっす。俺もっと高いかと思ってました、普通に。美味しかったもんね。そもそも結構、寄ってます全然言ってないです。本当ごちそうさまです。本当。いやいや。ありがとうございます。お待ちしていました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうこちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。そもそもそろそろ戻りますか。そうですね。え？もう
ました。もう帰るんですか？もう帰るというか、まあ予定はないけど別に。いや、予定ないんだったら、うん、まだまだ行きたい。一緒に。この時間が行くとこある？お酒飲みに行きましょう。そうなんどうすか？え、お願いお願いします。やっぱりお願い。目がもう目がない。行きましょう。福岡の夜はこれからなので、どうすか？今から。いやもう行くでしょ。やったー。そんな言われてね。じゃあそれもついていくわ。乾杯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 。楽しかったです。まさか帰るとか言わないですよね。いや帰るよ、ね。いやもうここまで来たら。どこに来るのか。もう行く場所ない。あるでしょ、ラブホ。